どうもこんにちは、データ川口やっていきたいと思います。超データ競馬の鬼、川口やっていきたいと思います。あー、ちょっと夜ご飯食べ過ぎた。皐月賞、ちょっと前に見たときステラベローチェ10人気とかだったから、ぶイカ略。どうもガチ勢かよ。ガチ勢です。データ集めとか本気じゃん。データ川口だからね。データ競馬の川口。先週は4000円負けです。まずこちらですね、出走表。ちょ、取り返して確定申告したから。で、今日実は中山グランドジャンプで800円勝ちました。おばあちゃんコラボの時はガチじゃなかったの？ちょっとね、まだ甘かったね。おばあちゃんコラボの時は中山グランドジャンプで800円勝ちました。今日 G1 障害レースの G1 の中山グランドジャンプで、今日2番人気に1000円かけて1800円返ってきたんで。見てなかったけど、なんで勝てたの？いや、わかんないです。ベローチェめっちゃ上がってきててくさ。2番人気に、なんか1番人気がその中山グランドジャンプっていうあの障害レースを5年連続で勝ってる、なんか馬、強い馬だったんだって。ただその馬があの怪我で5ヶ月ぶりの復帰、あと年がもう10歳なんだって。だからさすがに、まあ、東海帝王的なね、熱いストーリーがあってもいいかも、熱いストーリーの可能性もあったけど、さすがに5ヶ月ぶりの怪我復明け復帰のおじいちゃん馬でいけないだろうということで、2番人気に。障害の長距離レースマジで面白くなくない？嘘、面白かったよ。でもいつゴールするのか全然分かんなくてドキドキしながら見せた。大丈夫大丈夫ってずっとその今日かけた馬がなんか結構最後の方に上がってきたから、いつゴールするの、大丈夫、はーんって言いながら、山田勝美みたいな馬やったな、はーんって言いながら、あの障害って何かあるの？ハードル？なんかね、垣根みたいな、みんな無事でよかったな、垣根みたいの飛ぶの、あの一軒家のさ、あの中見えないように隠すやつあんじゃん、あのクレヨンしんちゃんの、あのクレヨンしんちゃんの一軒家にもあるじゃん、ああいうなんか変な木のなんか四角い木みたいなのあるじゃん。草？何あれ？なんかよくわかんない。家の中を隠す用の草みたいなのあるじゃん。そういうのをなんかビョーンって飛ぶというか、もう突っ込む。だからなんかね、本当に障害レースってすごい。結局競馬って軍馬育成目的だから戦場想定なんよね、障害は。へえ。動画見ようぜ。で、なんかそのだからその馬はあれ飛び損ねて。首からそう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 、即死の馬とかいるみたいで、なんかめちゃめちゃ怪我する馬多いらしくて、だからなんか全員無事生還しましたみたいな、全員無事生還みたいなのがトレンドに乗ってたけど、そんなんだったら本当にやるなっていうのちょっと思うけど、でもまあそうやるなっていうのはまたちょっと違うんだろうな、話が。なんでこんにちは、明日エサツキショーありますゆえ、まあ一番人気は誰？エフフォーリアね、 3.6倍、二重丸ついてますね、エフフォーリは。え、でも一番人気でも怪我する可能性あるし、同じよ。まあでもジャンプするってやっぱさ、でもあの馬たちはそれで稼いでるわけだから難しいところ。まあね、そうなんだよね。それに金かけて楽しむのを規制しないならコロッセを作れるもん。でもまあでもなんかジョッキーとかも怪我するっていう話も聞いたよ。参考レースダイジェスト、おい、めちゃめちゃいいの動画あるぞ、これ見ていいかな。参考レースネット競馬 .com 参考レースダイジェストだって。名前からタイトルホルダーにかけとけ。いや、そうなんだよね、いいよね。でもね、俺ね、名前で言うとね、ラーゴム、こいつ名前がいい、めちゃめちゃゴーレムみたいでかっこよくない？ラーゴム絶対岩石族だと思うんだよね。擬人化したら岩に、岩だと思う。ラーゴム、ウマ娘いた時はもう岩属性だと思う。ラーゴム名前がかっこいい。タイトルホルダー10番人気だの？タイトルホルダーなのに？星って何これ？星。ゴムのゴーレムのイメージある。ラーゴム。エフフォーリア。なんかエフフォーリア、F1 みたいでかっこ強、速そうだよね、めっちゃね。これ見たら怒られないな。
調教映像。マコ、本格的にリアルウマ娘指導か。そう。あとね、俺ね、2000円負けてるから、まだ。計。あと2000円。勝つために。どうにかこうにか。ステラベローチェ5番人気。13倍。これ何なの？この三角とか星とか。適当につけてんのこれ。そんなことないよね。ついてないよりついてる方がいいのかな、三角って。この映像会員登録しないと見れないんじゃないの？え、そうなの？いや、見れるでしょ。誰が予想してんのこれ。わかんない。プロ。二馬審査5番手が6番天馬が600を切って。その後ほとんど差がなく、内4番タケルジャック、真ん中12番ディクテイター、外からグーンと7番英会ファントレー、3コーレース後位グループが一段となって4コーナーカーブに入ります。グラディアス、これだ。7番人気。あー騙された。くそ、ツッピニあるぞ。くそくそ、会員登録するかな。会員登録したらインターネットで見ちゃいけないよな、絶対な。まんまと騙されたな。エフフォーリア。横山ってこの間レイパパル乗せた人じゃなかったっけ？違ったっけ？フォーリアが無敗。キッドが2歳王者らしい。フォーリア無敗？キッドだ、タノンザキッドか。ドラザキッドみたいでかっこいいんだよな、名前が。名前がドラザキットみたいでかっこいいんだよ。 3.6 倍。あ、フォーリアとダノンザキットはもう、ダノンザキットだけ知ってた。本当にフォーリアとダノンザキットだけもう2人とも 3.6 倍で 1,2 番人気だ。一緒だ。へえ、ちょ、フォーリア見ようぜ動画。ちょ、勝ちに行きたいからさ、本気で。エフフォーリア、全3戦しか戦ってないの？サツキ賞完全予習。スタートしました。どれ？5番のシックセーラー、どれ？エフフォーリア、まずスタンド前。 1.4 倍。2番のコーチェラ、コーチェラわずかに先頭ですが、めちゃめちゃ人気じゃん。3番フレンドジェイ、4番のアウトストラーダ、前3頭、その後ろに速そう、怖っ、スピード感半端じゃないね。エフフォーリア、外が7番トゥーマイフォー、5番のシックセーラーが今、結構みんな走り方違うんだな、馬たちも。7頭がスタンド前を通過、どれ？エフフォーリア、迎えます。ちょっと黙ってくんない？2番のコーチェラ、コーチェラ、エフフォーリアどれ？リードが1馬身、4番のアウトストラーダ抑えています。2番手、あとは横山武史騎手なの。フレンドジェイが3番手、半馬身差、外に6番エフフォーリア、4番手、ゆったりとした流れで向こう上面に進んでいきます。あとは1馬身半下がります。ストライドとピッチ走り法があって、ウマ娘にも反映されてるらしいぞ。へえ、何ストライドとピッチ走法って。ストライドってあれでしょ、なんか味が長持ちするガムでしょ。1分1秒、どこにも、最近どこにも売ってないな、あれな。ポルシはストライド。へえ。だから味が長持ちするガムでしょ。歩くってんだ、ゴルシは。食ってそう。アウトストラーダが2番手になりまして、800メートルを通過。いなくない？エフフォーリア。あ、これ？あ、これだ。でもさ、この1位になったレースさ、見てもさ、うわ、すげえ強えなって思うだけじゃん。そしてうち3番フレンドジェイ、後方から5番シックセーラー、最後方は7番トゥーマイフォーで。さあ7頭4コーナーへ。1位になってんだから常に決まってんだよな。通過、横に広がってきて、今度は4番アウトストラーダ、外は6番エフフォーリア、第4コーナーをカーブ。これエフフォーリア、1番エスコバル、今直線コースに向かいました。先頭は6番のエフフォーリア。あ、これか。エフフォーリアが先頭、外から1番のエスコバル並んでくる。残り200は通過した。そして痛そう、お尻。頑張っています。4番のアウト、頑張っています。いや、でも結構いい勝負してる、こいつすごい。エフフォーリア、うわあ、エフフォーリア人気に応えてデータ川口、データ川口です。ちょ、それ見ようぜ。じゃあ完全予習きた。結局わかんねえやで枠終わりそう。チョアジャケット買うじゃん俺も。でもこの人がかっこいいから似合うんでしょ、チョアジャケット。
こいつだもん。俺が着ても全然似合わないよ。こいつがかっこいいじゃん、チョアジャケットは。ずる。機種の情報も仕入れようぜ。チョアジャケット、ホープフルステークス。この髪型にしねえと似合わねえよ。ね、え、誰君。誰、知らない人だ。そういう感じね。知らない人があれしてくれてんのね。これ何？あ、タイトルホルダー、ダノンザキット。みんな出てるんだ。タイトルホルダー。シュバリエローズ。すごい分かりやすい動画にしてくれてる。変に個性出そうとしないで。いいから、有益な情報だけよこせ。めちゃめちゃ分かりやすいだろ。こんなの。はちゃめちゃに分かりやすい動画作ってくれてんじゃねえか。個性とかじゃないだろ、これ。絶対分かりやすくしてくれてるよ、これ。全然分かんない、もう。全然分かんない。ダノンザキッドの外回しのロスの多い競馬をしてるらしい。ロスとか何？ロサンゼルスしか知らない、俺、ロスって言ったら。それを避けるように。それ全部ほら、これでも耳が聞こえない方にもね、楽しく見れるように、ちゃんと全部字幕ついてるから偉いね。消極的な競馬になっちゃう時があるんだ。外側走ったら、それだけ走る距離が伸びんや。まあそうだよね。それはもう、どの、伸びる。あれでもそうだよね。後半に追い出してから速い伸び足を持ってないらしい。誰の話？誰が？誰の話？早めの競馬ができたが無垢馬らしい。誰が？え、なんか超、なんどうしたどうした、どうしたどうしたどうした、この子。危ない！今のが気になる。何が起きたの今。何が起きたの今。なんだそれ、のが気になるよ。ちょっと何が起きたの今。汚った、汚った、足ぐちゃぐちゃになっちゃった。誰が上がってきた。養蜂レイクがめっちゃ、養蜂レイクすごい伸びが、うわうわここすごい超ブースト、うわー。養蜂レイク出てんの。あ、出てるわ。11番人気だって。へえ、後半の伸びが、チャンネル登録お願いします。はい、後半の伸びがあれらしいよ。出た、ステラベローチェ。誰かが推しの、早っこいつ。両極端な競馬をした2頭です、ですって。いいね、こういう動画を上げてくれてる人たちがいるんだね。でもこの動画を上げたやつはさ、競馬なんかしなくてもいっぱい稼いでるんでしょ。悔しいね。やっぱ知識ってあれだよな、力だよな。俺みたいなさ、にわかが見るじゃん。いや、わかりやすいな、そう言って。ある意味競馬で稼いでるな。うん、さっきさ、夜ご飯さ、食べすぎてすげえ気持ち悪いんだけど、助けて。ステラベルチェ位置取りを悪くしてますが、外を回さず内側を徹底的について。知識増やして予想屋になろう。何を予想、予想屋なんて。何のにくくったの。今日はね、餃子と油そば、自分で作った油そば。ステラベローチェ7番。そういや明日の天気は、明日の天気雨らしい。あ、晴れなんだっけ。うわ、ステラベローチェすげえ。え、そっからどうやって抜いていくの、きつくない。あそこ開いてんの。明日晴れやで。うわ、ステラベローチェすご。あ、外回しのロスが響いちゃったんだ。うわ、でもすごい晴れか。え、こっからマジで、うわー、マジか、すげえ。最後の伸び足、ステラベローチェいいじゃん。今日の雨で道開くとかはないのか。どうなんだろう、明日だったらもう治ってんじゃない。今日の雨でババはどうなんだ。ババババ、エフフォーリア出た。どれ、エフフォーリア、ドイツ、何色、もう色わかんねえから俺、色弱だからさ、困ってん。特徴は
スキル発動遅くて安定した先行力と足を貯めてから乾燥の、ね、今めっちゃ降ってる、窓にビチャビチャ当たってる。中山が未経験なんだ、エフフォーリア。なるほどね。いや、この情報はでかいな。中山未経験は知らねえけど、中山未経験っていう情報でかくない？ちょっとこれエフフォーリア怪しいぞ。一番人気といえど、覚えとかないとな。でも一番人気だぞ。まあな、結局な、それだけ強いってことだよな。でも待って、この間のさ、今回走るところそうらしい。だってほら、この間のだってあれだってそうだったじゃん。なんだっけ、女の子、あ、女の子じゃねえや、レイパパレが勝った時、なんだっけ、コントレイル3位だったじゃん。メモしないと明日全員名前忘れてそう。絶対忘れてるわ、絶対忘れてる。大穴だったよ、ビクティリアマウルス、ビクティリファイルス、ステラベローチもいるじゃん。やっぱ前に来ちゃうと、うわ、エフォリアやば、早っ、何それ、エフフォリアかっこよ。いやでも、いやエフフォーリア早っ。あ、でもステラベローチェほんと伸びすごいな、後半の。いや、エフフォーリアこれ強いわ。あ、マジック・ザ・ギャザリング、明日何競馬でやるの？明日なんだっけ、何競馬って言うの？これ見てもみんな今日えってなるだけでは。いや、そうなんだよな。え、でも中山は得意じゃないから、やっぱり出たラーゴム、俺の好きなラーゴムかけるからね。ヨーホーレイク、ヨーホーレイクって何番人気？11番人気。ラーゴムは6番人気。あ、ラーゴム結構人気あんじゃん、競馬場。ギャザの中山競馬場かっこよくね、めっちゃかっこいい。あれすげえ高いカードは高いらしいよ。もうマジック出たんだっけ、診断買わないとな、金ねえから。ちょ、マジックの診断買う金をちょっと競馬で稼ぐわ。ちょ、ラーゴムいいよね、ラーゴム、ゴーレムみてえで。今千葉雨降ってるから中山の芝重い。出たー、芝重いの。レイパパレが勝っちゃうからな。そしたらちょっとさ、雨重ババ得意なやつ教えてもらおうぜ。この間のなんだっけ、あれみたいになんとかレイパパレの2番だったやつ。モズベロ、モズベロ、そう、モズベロ、その感じで行こうよ。全然わかんねえな。全然わかんない。ポケモンじゃない。いそうだけどな、モズベッロ。サッカー選手にもいそう。モズベッロ。モズベッロ！言われてそう。カビラ自衛に。ラーゴム、ラーゴムどれ？これ？どれ？これか。ヨーホーレイクめっちゃ後ろじゃない？あ、でも上がってくんの、ここから。大きく外を回したの。かなり位置取りも悪くなりましたし。4コーナー大きく外を回しました。あ、ラーゴム強え。え、強え。あ、待って、ヨーホーレイクどうした？やば。嘘！どうだ？すごっ！ヨーホーレイク。どういうこと？位置悪くてこうなるのか。ねえ。グラティアス。中山でやったことあんだ、グラティアスは。エアフォー、なんだっけ、エフフォーリアはないからな。その情報だけで俺、明日生きていこう。
あ、エフフォーリアね。まあ強いけど、中山でやったことないから、中山の急な坂にどれだけ対応できるかっていうのが問題だよね。っていうの、明日一生言っていきます。プロっぽい、2っぽくない、いろんな試合見てるんだな思われそう。こいつただものじゃないな。全員強いとしか思わないもんね、こんなんね。みんな強い試合見せてくれてんだもん。わかんねえな全然わかんねえや。馬名だけは間違えるなよ。エフフォーリア、エアフォースワン、すげえな。こういう人ってじゃあ全部競馬見てんのかな、やっぱり全部の競馬を見てあれしてんのかな、情報集めてんだろうな。そういう部分では信頼できないところがあるらしいよ。足を貯めるっていう言葉がちょっとよくわかんねえからな。何足を貯めるって、足ってチャージ式なの？ソニックブームみたいなもんなのかな。マルゼスキーの人もめっちゃデータ集めてたらしい。あ、そうなんだ。やっぱデータ、競馬はデータでやるもんだからね。わ、すげえ。位置取りもうまかったね、今のね。みんなが外に、遠心力で外に飛んでしまった分、貯めた分だけ伸びれる。余力を残しとくみたいな意味。あ、なるほどね。出た、タイトルホルダーとダノンザキッド。内側で少し窮屈になります。最後の直線まで我慢するってことじゃない。ああ。タイトルホルダー、頭も高い。あ、やっぱり頭が上に上がっちゃってるとこいつやろ、レースに集中できてないんだ。遊びながら走ってるというか、そういう部分が気になるらしいぞ。誰の話してんのそれ、どっち、タイトルホルダー違うよね多分ね。ダノンザキットだよね。タイトルホルダー、名前がいいんだよな。もう自信しかない。自分の息子にかけるって名前つけて陸上選手やらせるみたいな、そんな感じ。シュートって名前をつけて、あのサッカー選手のフォワードやらせるみたいな、そんな感じ。それぐらい自信があるタイトルホルダーっていう名前には感じられる。もう専門用語が多すぎてわからん。タイトルホルダー逃げなの、タイトルホルダーって。サツキ賞って何メートルなの。あ、タイトルホルダー逃げなんだ。自分の逃げに持っていくこと。ダノンザキットめっちゃ来てる。ダノンザキットもなんかいいよね、あれ見て。ヨーグルトみたいな名前でダブルジェットみたいな大逃げかましてほしいいや、かっこいいな逃げ。やっぱりダゾンのキツ集中して走れていません。うわ、すごっ、マジで。あ、怖っ。この人叩きで巻き返せるだけの力は感じる。くー、全員強く見えちゃうって。こんなの全員強く見えるじゃん、やめてほしい。何ボーデン、ワールドリバイバルもいいよね、名前ね。坂上って坂の上ってことか、ジョッキーかと。でも、逃げ場にかけたレース関係の心臓に悪そうね。頑張って逃げてってなるよね、絶対ね、ずっと。逃げ場ってやっぱりワールドリバイバル。だからそのツインタオみたいに途中で疲れちゃったらさ、もう最後の最後で、こんばんは。最後の最後であれされちゃうわけでしょ。ツインターボみたいに。逆噴射が怖い。逆噴射かな。もう俺、あ、馬娘の知識しかないからさ。はちゃめちゃににわかだけどね。馬娘の知識だけで語ってます。よろしくお願いします。逃げ馬で出てくるのがツインターボしかいないっていう。その時点でクソにわかだ。
何でも最初はにわこからよ。いや本当にそういうなんかさ考え方の人が極めす時が来たな。少ないよね最近本当に。にわかに厳しいというかさ、なんか詳しくないと好きでいちゃいけないみたいな、そういうさあれが多すぎるよね世間は。最初から誰でもできたわけじゃないのに、最初からちっぽけなガキだったんだって。あのワンパンマンのオープニングでも言ってたからな、ジャムプロジェクトが、どんなに強いやつも最初はちっぽけなガキだったんだって。そういうことなんだよな。つまりはワールドリバイバルは、あれ2番ワールドリバイバルって名前の色の差は何なんだろう。あー全然最後すごい、みんな最後すごい伸びすごい伸びだわ。やめてくんない？あんなんされたら今のワールドリバイバルにかけた人かわいそうだよ、泣いちゃう。シュバリエローズエロって入ってるよみんな小学生大喜びじゃん。おいシュバリエローズって言ってみろよ。え？シュバリエローズ、はいお前エロって言った、はいお前エロエロエロっていうくんだりが。シュバリエローズも名前かっけえな、名前かっこいい。そういうくんだりが起きるんだろうな、子供たちの、競馬好き子供たちの中で。シュバリエローズ全然わかんない。明日のレースに出る馬が出てるのか。そうみたい。全然わかんない。でもこの上入れみたいなシステムずっとやってほしいわ。ずっと出してほしい、上に名前、誰が誰だかわかんないから編集大変だと思うけど。めっちゃバテない持続足だって。誰？シュバリエローズ。アドマイヤハダル。シュバリエローズ、アドマイヤハダル。全然わかんねえわ。いやめっちゃ食いすぎてゲップしたらゲロ吐きそう。え、そっからシュバリエローズ無理じゃない？さすがに。その位置は、その隙間入ってくんの？うわぁ！すごいすごい。あの5番のやつかわいそう。あーでもさすがにきついか。うわ、アドマイ、うわうわうわ、でも、すごいすごい。え、最後、うわぁ。うわぁ、こいつ強いな。腕だ、チョアジャケット。チョアジャケット日本が来て、日本人が来てかっこいいのかよ。日本向けの CM だったら日本人にさせてほしい、せめて。まだ日本人にさせてほしいわ。うわぁ、ディープモンスターぐにゃぐにゃじゃん。大丈夫？え、これピックアップモンスターなのに、そんな。外人体型じゃないと似合わなそう。ね。せめて、まあ、スタイルのいい日本人だったら100歩譲ってわかるけどさ。完全に外国人を使ったらもう日本の広告じゃないよね。ディープモンスター名前かっこいいんだよな。やっぱディープって名前にはちょっと可能性を感じちゃうよね。ワクワクしちゃうよね。初心者にも分かりやすい解説ちょっとまだ本当の真の初心者にはちょっと難しいかな。じゃ専門用語が出てきてるしまっている時点でちょっとね、やっぱり後で決闘も見よう。難しいよね。全てにおいて注釈入れてもらわないとね。足の切れ味ってなんぞや、状態だわ。で、本当にやっぱ初心者にも分かりやすい解説って言うんだったら、初心者その外を回すとかいう言い方もやっぱね変えていかないといけないよね。
本当の初心者に分かりやすい解説をするんだったら。え、ディープモンスターあんな最初ぐちゃぐちゃだったのに、呼吸で言うキレのあるボールみたいな、ぐちゃぐちゃだったのにこんなにいい位置にいるんだ。頑張れディープモンスター。すぐ反応しないんだ。すごい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 、うわー、すごっ、速っ、圧倒的じゃん。いいな、ディープモンスター。加速力の遅さが課題になるのか。なるほどね。でもすごかった。だって あんな最初グワーンってさ、ぐちゃぐちゃになった。あ、ゲップ出そう。スエ、足はやっぱ飛ぶスキルだわね。どの状態だとキレが悪くなりやすいとかがわからんと、それだけち、イカ略ねえ、人気の盲点になりそうな穴馬タイプです。めちゃくそ降ってるな、雨、明日影響あるんじゃねこれは。なんかめっちゃ叩きつけるような雨降ってるね。中山競馬場ってどこにあんの？中山競馬場行きてえな、面白そう。競馬場でオフ会すべするか。キモオタクが集まるの嫌でしょ。また言われちまえ、晒されちまえ、写真撮られて、馬娘オタクがうんちゃらかんちゃらわらわら。てかナイスネイチャーってもう33歳らしいよみんなどうする、あんな可愛い可愛いそうに。ナイスネイチャー33歳なんだって。人間換算したらもう100歳近いみたいだけど、どうする。すごいね、馬って33年も生きるんだね。失礼だけど。へっへへじゃなくて、もう長生きしてるんじゃねえの。むしろありむしろありびっくりしちゃった本当に。すげえ、そんな長生きするんだ。イルーシブパンサー、馬なのにパンサーって、G1 まで最高齢レベルらしい。へえ、そうなんだ。じゃあほんと長生きなんだやっぱり33歳は。うわ、これ惜しいね、これで2位だったの。うわー、あ、なんか別のやつすげえ来てる。惜しかったね、ちょっと邪魔されたね、前に出られない感じがあったね。この3番のやつがずっと邪魔してる感じがあるね。レッドベルオーブ、なんか FF のアイテムみたいな名前してんな。3着。あ、でも顔が上がっちゃってるよ、レッドベルオーブ。大丈夫？精神的な幼さを見せ、まあ、2歳だからね。だって33歳の馬がいる中で2歳でしょ。で、なんだっけ、あの中山グランドジャンプの強かった馬も10歳でしょ。そんな中で2歳でしょ、幼いよな、めっちゃ。へえ。だってさ、わかんねえや。なんもわかんない。なんもわかんない。中学高校生くらい。なんにもわかんないわ。おもば。オモババ不良ババになるとエフフォーリアの末足が効くのか効かないのか、効かないとなるととんでもない番狂わせになるだろう。だってエフフォーリアはまだわかんないの。ちゃんと特殊能力とステータス書いといてもらわないと。いや本当にね、ババ適正さ書いてくれないと。これ見ようぜ、ウマ娘の元ネタとなった名馬たちが見せた伝説のレース。オグリキャップ。でも聞くか聞かないかわからないから結局わからんよな結局わかんねえ
そうなんだよな。結局聞くか聞かないか分かんないから。ボリシちゃんみたいなワープ使うやつもいるかもしれんし。分かんねえんだよな。有馬記念の最後に天皇賞6着、ジャパンカップ11着と低迷。年末の有馬記念の最後に引退が決定したが、お32戦22勝もすごくない？ラストランとなった有馬記念、おい見せてくれよ。でも俺これ知ってるよ、ストーリーで見た、馬娘の。どれオグリキャップ、あお分かりやすい、ありがとう。でもかっこいいな、その低迷しててさ、え、そんなのがあるんだ、灰色のやつ。低迷してた中でさ、こうやって上がってくる、そんな超かっこいいじゃん、泣いちゃうよ。しかも有馬記念でしょ。シンデレラグレーのネタバレやめてください。うわかっけえ、うわかっけえ。へえ。出たシンボリルドルフ、3年間しかやってないんだ。16戦13勝史上初なんだ、無敗の三冠、強っ。先行抜け出しから危なげなく干渉するルドルフのレースはつまらないとまで言われてしまったかわいそうすぎるでしょ。ゴールした後のジョッキーのケツが気になる。何時皇帝のうんぬん、かわいそうすぎないつまらないってラストラン有馬記念、やっぱ有馬記念なんだな、大体。だからダジャレで面白くしようとしてるのか。そういうことか、つまんねえから。すごいね、こんな昔の映像残ってんだね。え、もう超強いじゃん、何これ。強すぎるでしょこんなの、やばこんなん勝てないじゃん誰も。これはつまらん、強いけどつまらないってのは何かわかる。強すぎたんだろうな結局。スーシャルディスタンス、数人と結局強すぎたんだろうな。ゴルシ、あゴルシって結構最近の馬なんだな。足毛の馬体に強烈な個性を秘めていた近年の名馬、強烈な素足で G1 を圧勝することもあれば、圧倒的人気に押されながら謎の大敗を見せることもあった。走るか走らないかは彼の気分次第といったことがあり、振り回されながらお金を溶かしていくファンが続出したなんだっけ、120億溶かされたんだっけゴールドシップに。みんな1試合で120億溶けたんだっけ、すごっ。ああ、皐月賞出てたんだ。初 G1 とかなんだ。ああ、めっちゃ映像綺麗。4番手で3コーナー。2馬身がいて、これを見ながらワールドエース構えて。あ、すげえわかりやすい。動画。3コーナーを回ります。さあ、ゼロスがかわして。すげえわかりやすいな、このチャンネル。7馬身のリード。名将、門松2番手4コーナーカーブ。その後は3馬身がいて、アダムスピーク3番手。え、めっちゃ。一瞬ゲーム映像かと。その後ろコスモーズ、あこれか、最打ちをいったやつ、ババがぐちゃぐちゃになってるところをなぜかゴルシが前に来たやつね。ゴルシワープやん、すごい、めっちゃ後ろにいたのに早ゴルシ、すごい。これ有馬、おゲーム映像との比較くれ、まあ、一番後ろにいる、やっぱ差しって見てて面白いな、こうやって考えるとワクワクあるよね。うわいやでもそっからいけんのかゴルシー、うわそっから斜めに、い
やこれ前の2番見てると思ったらゴルシめっちゃ上がってきてるの怖っ。うわゴルシうわ強ーい、かっけーゴルシすごっ。あ鈴鹿外からぶち抜いていくのかっけーな、ね、完全に最内側の一匹しか見てなかったのにな。天性のスピードを武器に時代をかけなきゃと名馬4歳児は安定感にかける競馬がついていたが、武豊のコンビを組み大逃げのスタイルを確立すると圧勝続きで破竹の6連勝を達成。へえ、この馬の時代が到来すると思われたが1998年天皇賞秋のレース中に故障発生、帰らぬ馬となってしまった。悲しいなあ。武豊が乗ってから鈴鹿強くなったの。ウマ娘の動画もこれぐらいゆっくり文字読ませてほしいわ。豪華メンバーを鑑賞した毎日王冠と大差で圧勝したシャチホコ。えっ、超逃げてんじゃん。やば。こんぐらい逃げる馬って今いんのかな。2番手の集団からは体型ウルトラドが接近してきた。街カレー、うちの親父が鈴鹿で借金返したから好きな馬だ。そんなこと本当にあんの。なんか最近ツイッターでよくあるよね、なんかお前の養育費はマルゼンスキーが払ってくれたんだぞみたいな、そういうなんか嘘だか本当か分かんない話を。めっちゃ強いじゃん鈴鹿、すごっ。そんな話がツイッターでよくあるけど、先頭の景色は譲らない発動してる、発動してるね完全に。こっから先頭の景色譲らない発生させて落ちないのがすごいよね。こっからおエルちゃんもいるんだ、グラスワンダーもいんの。いやすごい、これで逆に離れてんのがすごいよね。あれが距離が詰められてたのに、エルちゃんなんだあれ。うわーすごってか竹豊って何年間ジョッキーやってんのすごいな。あ、スペちゃんじゃん、スペちゃん2年しかいないんだ。逃げて刺すって言われてたんだっけ。逃げて刺すかっこよ。エルちゃんとかグラスだかの育成シナリオでもね。サラブレッドの主人公といえばこの馬、星雲スカイやグラスワンダーなど強力なライバルとしてアテイレースを繰り上げ日本競馬を盛り上げた。出生後間もなくボバが死亡し、他の馬より人と接することが多かったためか人懐っこい馬だったらしい。へえ。なんかスペシャルウィークってかっこいいな名前な。なんかわかんない、主人公だからか。日本ダービーとジャパンカップ、なんかそういうイメージがついてるからかわかんないけど、なんか名前めっちゃかっこいいね。スペシャルウィーク、次元の違う末足だってよ。またまたそんなこと言いましても、セイウンスカイウンスがいます。どうですスペちゃん、並ばない、やばどうなってんだよ。すごスペシャルウィーク、かっこよ。次元違うじゃね、次元が違すぎる。これは主人公のおにぎこれは主人公、完全に主人公だね。日本総大将だったらしいからね。いやそんなところからまた全然もう離されてんじゃん、だって言うてほら内側の人たちが早いから。うおいや最後みんなすごいな。うわスペシャルウィークすご、これはスペシャルウィークにかけたくなるな。日本総大将、総大将って呼ばれるようになったの。あ、なのかな。うわーすげー、世界の強豪馬をかっけーな日本総大将って。へえ。うわーもっと見たいよー、見して。凱旋門制した馬もいたんよね。
もっと見たいよ。人手が足りないですよ。だよね。最後の直線 TV。 最後の直線 TV、 いい動画作るね。あ、きたちゃん。バンド主である演歌歌手の北島三郎氏に2015年菊花賞にて初めての G1 賞利をもたらした高校馬、菊花賞以降さらなる成長を遂げ数々の大レースに勝利、18億7000万兆の賞金を獲得し歴代2位の記録。すごいね。540キロ超える非常に大きな馬体も魅力的だった。でっかいんだ北さんブラックって。名前がかっこいいよ、なんかね。北さんブラック、天皇賞春、長距離いけるんだ。天皇賞春とか長距離ってことしか知らない。え、画質が綺麗。最近の馬だから。でかいの北さんブラックって、なんか国王号見てたって言ってたよね、確か誰かが。あ、まあ、でかいかもしれない、後ろの熊とかに、馬とかに比べると。え、里のダイヤモンドとのレースなんだ。へえ、ライバルなんだ、里ちゃんって。へえ。現役最強馬として挑んだラストラン。ラストランってどういうタイミングで？あ、そっか、レースしてたわ一緒に。笑顔だったからそんなライバル感ない。ラストラン勝つってクソかっこよくない？有馬でしかも圧倒的じゃん。かっけえ。武豊なんだ北さんブラックも。爆心王さっき言ってたやつあるかな、動画、西のフラワーと戦うやつ。類まれなスピードを武器にしてスプリントレースで圧倒的な走りを見せた最強のスプリンター。惜しいことに当馬が活躍した1990年代の日本競馬はまだスプリント路線が充実しておらず、本領を発揮できるレースは年に一度のスプリンターズステークスのみだった。へえ、短距離がなかったんだ昔は。短距離レースが少なかったんだ。じゃあ今はもっとあんのかな。じゃあ惜しいことにって、圧巻のラストラン、名前がいいよね。バク桜爆心王8番だって。あ、先頭じゃないんだ。逃げのイメージがあったから意外だね。うわ早っ。いや、爆心してんじゃん本当に。デフォルトが先行。あ、デフォルト先行なんだ。逃げの方がやりやすいよってだけで。すげえ、かっけえ。爆心王の影響で短距離の地位が上がったみたいなのは見た。あ、そうなんだ。あ、スカーレット、スカーレット2006年2008年、結構最近だね他の馬に比べると。あ、出走した12レース全てで連帯という驚異的な安定感を誇った良血の名、名、なんて読むんだろうあれ、メス。完璧とも言える成績を残したダイヤスカルトがレースでは非常に前向きで気象、前向きな気象で向きになる場面もあり、乗っていた安藤なんたら騎手は抑えるのに苦労したとか。全部2着以内ってやばくない？だから馬娘だと短距離適性ある馬少ないんかな。品かな、名品かな。全部2着ってやばくない？37年ぶりの快挙になった。あ、有馬記念勝ってんだ。牝馬による有馬記念。女の子で有馬記念勝った子っていないんだ。少なかったんだ。もうダイワスカーレットって名前の響きがもう可愛いと、もう脳が認識しちゃってるわ。強っ。うわすげえ。レッドエース中、レッドエース活動してたね完全にね。2008年時点で37年ぶりの快挙なのかね。じゃあ相当女の子が有馬記念勝つってなかったんだね。てか競馬って何年前からあんの、すごいな。俺のおじいちゃんが好きだって言ってたからな、テイネムのペラを。
世紀末となった2000年に8戦8勝という成績を残しグランドスラムの大偉業を成し遂げた伝説の名馬。僅差の勝負を確実に制し絶対に抜かさないというこの馬の走りから鼻差圧勝という言葉が生まれた。何それ、鼻差圧勝。含めたら200年ぐらい前から。いや、そうなんだ。引退後長らく獲得賞金世界一の座に君臨。へえ、14勝なのに。そうなんだ、鼻差圧勝って何、見してくれよ鼻差圧勝。まさま、また鼻差なのに圧勝なわけないでしょ。伝説の名馬がなんでああいう色物キャラになったんですか。さっきから見てて思ったけど、騎手の服とか面子の色がそのまま、イカ役そのままの勝負服になってる。あ、本当。なるほど、騎手の服っていうのもあるのか。で、馬のマスクと合わせてそのそれっぽくなってんだ。すごいね、デザイナーがすごい。鼻差圧勝見してくれよ。それそうっちゃそれそうだが、でこっからもう絶対に抜かせないという圧倒的な意地。かっけえな。騎手の勝負服みたいね。あ、そうなんだ。動画の編集がすごい分かりやすいわ。丁寧、このチャンネル。チャンネル登録しようかな。どうやって出てくるの、テイネモオペラを。そっから無理じゃない。どれ、テイネムのペラを。分かんなくなっちゃった。あ、テイム出てきてる。うわー、これちょっと出てから、ちょっと出てから引かせないのが鼻差圧勝なんだろうな。出たー、俺がちゃんとプロデュースしてないエアグルーヴ。すげえ。一流のオスバたちと互角以上に渡り合いながら年度代表馬まで上り詰め、女帝と称された名品ボバザヘッド。川口天皇賞、秋を制すなど素晴らしい競争成績を収めたが、繁殖牝馬としてさらに一段上の活躍を見せ、現代の日本競馬を語る上では欠かせない。ママなの、エアグルーヴって。じゃあみんなの、みんなのママらしい。不利を受けながら圧勝したい超 S なんだ。ビッグママ、ビッグママじゃん。イチョウステークス、あ、イチョウステークスか。すげえ分かんなかった。ママ、ママ属性あったのか、エアグルーヴには。竹豊かなの。え、エアグルーヴ今一瞬止まったよね。さすがにそれは無理でしょ、勝てないでしょ。もう一度エアグルーヴ、なんで一瞬止まってたよね、エアグルーヴね。なんで、おかしいでしょ。いや、その位置は無理だ。竹豊がおかしいよね、旗開きぐらいおかしい。普通あれで終わりだ、あれで終わりだよね。なんでもう一回抜かせるんだよ、あそこで。根性に動くふりしてたんだ。完全に根性だったね。うわ、すごい。いや、すごい。うわ、これわからん。エアグル、実況がかっこいいもんな。恐ろしい馬だね。エアグルーヴ結構かっこいいな、元の馬。15頭の男馬。うわー、マジでちょっと、命に反して根性ある走りしてるな。パート3これか。アニメ2期カノープスの、カノ、あ、違う、アニメだ。もっと見せてくれ。ちょっと最後の直線 TV 頼むよ。お、ビワ早日で父でか、こんなケツ出てんの。ビワ早日でデビューから15戦連続連帯の記録を持ち、特に地元の関西では全勝という凄まじい強さを見せた。
一個下の三冠馬成田ブライアンの兄でもあり最強兄弟の対決を多くのファンが持ちのデータが夢かはならずレース中の故障により、あーららら引退となってしまった。ビアヘイでもレース中に故障しちゃったんだ。結構やっぱそういう馬っているんだな。みんな負ける規制編地元やし地元関西で見せた圧勝の2レース。まあなんかビアハヤヒデが圧倒的だったらしいからな当時。菊花賞だ。頭がでかいって言われてたみたいなね。出た BNW じゃん。頭でけビワハヤヒデ亡くなったの去年なんだ。あ、そうなんだ。その故障はしちゃったけどレースに出なかっただけでずっと圧倒的じゃん。ビワハヤヒデやば。強っ。何者だよウィニングチケット。白いモコモコが追いかけてくるの。ちょっとグレーっぽいのがかっこいいな。すげえ。俺もああやって馬券投げたい。ピャッあの馬券投げるの楽しそうだね。なんか牧場王みたいな走りしてる。ピャッ東海帝王来た。有馬記念でしょう。3度の骨折に見舞われながらもその度に復活を私最強証明し続けた不屈の名馬。関節が非常に柔らかい馬でパドックなどを歩く際に帝王ステップと呼ばれる大きく確定まで投げるなよ足を上げる。紙くずになったから投げるんじゃない。多分そうだと思う。独特の歩き方を見せることは多々あった。負けるのは投げ角、あ、投げるのは負け角らしいよ。ピャッもう無理だ。諦めの馬券投げ。骨折明けの大楽勝した大阪杯奇跡の復活を成したけど有馬記念2回すごいな。帝王捨てないで取っておけば今メルカリで数万で売れたかもしれんもん。あ、そうらしいね。当時のその馬娘オタクたちが欲しがってるらしいね馬券。東海帝王って名前が書いてある馬券とか。前の馬が全員反則になる可能性もあるから投げてはいけない。みんなが捨てたから今高いんだよな。なるほどね。うえ、すごっ。骨折上げてこれ強っ。10ヶ月ぶりですごっ。常識を覆えた奇跡の復活劇。いや、おかしいでしょ東海帝王。いや、これ負けると思って投げたら勝って痩せる客とかかっけえ東海帝王マジで。これリアルで見せたらマジ泣くだろうね本当に。すげえわ。あ、目白パパ、おい、なんで大宅エリオスも一緒に写ってんだよ。一人の写真がなかったのか。38戦9勝困難ファンは号泣不可避ね。成績が頭打ちのように障害競争に挑戦。ますますの成績を残すもあまりの何とかの飛び越えの下手さに平地競争に出戻りとなったが、なぜかここで才能開花。ハイペースの逃げを武器に、新潟大賞典、宝塚記念を連勝、年末の有馬記念も制するなど、目覚ましい。え、そっから有馬、勝つほど、あれすんだ。いや、じゃいっぱい試合してんなと思って。2番手の大宅ヘリオスにも注目。やっぱその、一緒につるんでる子たちは、あれがあるんだね。大宅ヘリオスが2番手だ。あとは追っつけながら髪のクレッセ、髪のクレッセが今3番手。あ、青い面子してるからあれ大宅ヘリオス青いメッシュみたいなの入ってるんだ。メジロパーマ400を通過。第4コーナーから直線大宅ヘリオス髪のクレッセ追ってくるが、メジロパーマ先頭だ。あと髪、これあれかな、なんかあったよね。あとは頼んだアニメでさ、あとは頼んだみたいな。大宅ヘリオスが途中で疲れてメジロパーマーが頑張るみたいな。
3番手100を通過、メジロパーマー逃げ切り濃厚、神のクレッセ2番手、ミスタースペイン3番手、メジロパーマーゴールイン、逃げ切りました。メジロパーマーまんまと逃げ切り勝ち。さらに島さんも追い出しにかかろうとしている。さあ16頭が固まりつつあります。15番人気がありまで一着になったの、すごっ。15、6馬車、あ、こんな一緒に走ってたんだ、ずっとヘリオスとパーマーって。へぇ、面白いね。あ、ここでナイスネイチャー3位だったのか。またヘリオスが。でもさ、15番人気が1位って、これ倍率すごそうだね。単勝でも。うわぁ、レガシーワールドがめっちゃ上がってきてた最後。ヘリオスの沈みっぷりがやばい、ね、ヘリオスボーって、パーマーは頑張ってるのにヘリオスが後ろに、メジロパーマーと共に大逃げを打つバカコンビとして語られることも多い。ヘリオスえげつないほど減速してて草本業のマイル路線ではバリバリのトップを走して、あ、マイルなんだ。 G1 も2勝している。一番人気をされるとなぜか暴走を繰り返すことから新聞を読める馬とも呼ばれていた。へえ。プレッシャーに弱いのかな、ヘリオス。バカコンビ。メジロパーマ。ヘリオス2500走ってたんやな。ね。だからマイルドが強いんだ。マイル線は有馬出たのかよ。ね。まあ、やっぱ人気投票で出ちゃうからじゃない？有馬って。わかんねえけど。KS ミラクルが後方から 3,4 投目に上がって第4コーナーのカーブ直線に向いて、だからそのマイルのペースで走っちゃうんだろうなヘリオスは。で結果途中でめっちゃ疲れちゃうみたいな。マイルがありまでたら空沈むわね。え、拒否できないのかね。まあやっぱり出る、うわキモい人人キモくない、このあたりめっちゃ詰まってる。うわヘリオス強っ、めっちゃ逃げてんじゃん、かっこいいな。ひそかだね。オレオの表面ぐらい詰まってる。さっきのメジロパーマーが15番人気で有馬1着、単勝 49.4 倍。単勝 49.4 倍、100円が4900円。じゃあ当時メジロパーマーが好きだった人がすごいね、多分1万円とか入れてるだろうし普通に。まあナイスネイチャーがいるんだ。ヌエボ投手2番手接戦だが、新興ラブリー2番手に上がってきた。大宅ヘリオス連覇でゴール。大宅ヘリオス、大宅ヘリオスです。49万。しました大宅ヘリオス。でも俺1万円入れる。なんか最近さ、この広告の絵上手くなってない？最近こういう広告の絵がちょっとずつ上手くなってきてる。なんか前もっと下手くそだったのに。日本のブルボの。8007勝、当時最新の施設であった。あ、だからロボ系なんだ。半路コースを用いた超スパルタトレーニングを積み重ね、筋肉ムキムキの最強サラブレッドとかした無敗の2冠馬。声上げるのあるから困るわ。あ、そうなんだ。デビュー当初は先行する競馬を試していたが、3歳になると逃げ場に転身。たまにスタミナ不安を跳ねのけ圧勝を重ねた。何の報告か一発で分かるときに怒略。てかさ、違う、最近なんかさ、あのさ、俺すげえ見んだけど、あのなんかストーリー系のなんかさ、ヒゲ脱毛みたいな、それはいいんだけどさ、なんかストーリーでのさ、意味がないストーリーがありすぎてすげえムカつくんだよね。なんか最初さ、俺はこの何々ちゃんの部屋にと、あの盗撮のカメラを仕掛けている、今日は何々ちゃんは何の話をしてるかなとか言ってさ、盗撮してる体から始まるのに、その話なく、全く後半なくなったりとか、なんかそのつかみをもっと最後掘り起こしてほしいのに、最後もう完全無視でそのままなんか付き合うの。ヒゲも綺麗だった俺は、何々好きだった何々ちゃんと一緒に付き合うことも、長い理由わからん、付き合うこともできて最高に幸せだ、みんなも脱毛しようねみたいな。まとめるなよ。長いちゃうは多いの。マジで。そもそもネスメ打つな。本当に。
本当になんかそのね、つかみ、まあ、多分つかみのために、その気になる内容でやってんだけど、つかませたんだったら、そのつかませたものを、ちゃんとしてほしい。ちゃんと見てんだから、こっちは広告。意味がないの、そのなんか、すごいなんか、エロい、なんだっけ。実は、なんだっけな。清楚系な女の子なのに、見てるのタコくらいだよ。清楚系な女の子なのに、とりあえず低評価するか。なんか、なんか、エロ本、なんか、いつもうちに、なんか本屋でバイトしてる男が、いつも俺の店に来る女の子、みたいな。あの子、すごい可愛いんだよな、みたいな。で、今日の本は、エロ本みたいな。こんな可愛い子がエロ本を買うなんて、ドキドキ。ちょっと、なんでなんだろう、みたいな。で、それ意味あると思うじゃん。女の子が、実はすごいエッチな女の子なのかな、みたいな、そういうイントロで入るくせに。なんもなく付き合うって終わり。なんだったのじゃあ、その女の子が、清楚な女の子がエロ本を買うくだりいるって。めちゃめちゃイライラした俺それ見て。はぁ、ブルボンが気になるな。ふざけんじゃねえよ。川口の広告の事情はなかなか、ちゃんとその起承転結ってものがあるじゃん。で、木としてさ、エロ本を買う清楚な女の子っていうのがいたら、ちゃんとそこを最後オチに絡めろよって思うの俺は。そう思いませんか皆さん。なのにもかかわらず投げっぱなし。再生ボタンを押せ。エロ本を買った女の子は関係なくて。川口の話誰も聞いてなくてくさ。もうなんで、みんななんでわかんないかな。本当に。俺もそう思うわ。分かってくんないと俺見ないよ。分かってくんないと見ないよ。いいの？ね。めっちゃわかる。気象転結なってないよな。やめてほしいわ。ああ。じゃあ仕方ねえな。見るか。超わかるわ、川口の言いたいこと。あ、今日千雪さんの誕生日。え、今日千雪の誕生日？わかったから見せてくれ。大爪プレミアムなのでよくわかりません。YouTube プレミアムか。結局最後何の話してんのかよくわからない。話聞けや。皐月賞で1位だったんだ。スケール隙のない完璧な競馬で一冠達成。超強いじゃん、ミホノブルボン。あの広告交わなすぎるよな。これで無敗のあれか、三冠をライスシャワーに止められちゃったのか。いや、92年って相当だよ。30年ぐらい前でしょ。で、ここで無敗の二冠まで行って、天気が悪かったのかな。最後ヒゲ脱毛行ってこい。ヒゲ脱毛行ってこいかな俺。モテるらしいよ。ブルボンがどういう紹介だったのかも忘れちまったわ。なんかその当時の最新設備で作り上げられた。日本のブルボン全員の無敗3冠見せてほしいわ期待。めちゃめちゃ強いね、ブルボン。ブルボン、うえー6戦6勝。あれ、一回ライスシャワー挟まないんだ。メジロマックイン。メジロマックイン最初は結構黒かったらしいね。足毛だから。90年代の日本競馬を代表する最強のステイヤー。トップホースとしては珍しく、6歳まで現役で活躍を続けた、世界で初めて10億円を超える賞金を獲得した。世界でってすごいね。シボバとしてはあまり活躍できなかったが、母の父としてゴールドシップや三冠馬オールフェーブルを後輩、え？輩出しており、後世にその血が引き継がれている。へぇ。母の父ってどういうこと？天皇賞春の連覇。現役ラストランとなった現京都大賞典。分かってない。連れてホワイトストーン。さあ、メジロライアンはまだ中断。てかラストランで母方の父でしょ。母方の父として、母方の祖母。あー、祖父。難しいな。メジロマックイン、さらに外をついてホワイトストーン、そしてマルカロッキーあたりも突っ込んでまいりました。メジロマックインが先頭、メジロマックイン先頭です。リードを1馬身2馬身に広げます。そして2着争いですが、メジロライアン、ホワイトストーン、メジロライアンもいるんだ。ミスターアダムス、そしてキリサンシー突っ込んできた。先頭はメジロマックイン。うわー、つえー。2着はどうやらミスターアダムスか。芝なのにあんなに土上がるんだね。
親子三代接天皇賞制覇であります。目白の娘が産んだ子はコルシュとオルフェーブルってことでしょ。ああそういうことか。天皇賞春、あそうか、天皇賞春、テイオー VS マックイーン出た。これももっと1キャラ1キャラ掘り下げたゆっくりボイズの解説面、いかや、あキャラクターごとにねの動画のやつでしょ多分。テイオー VS マックイーン、うわー、どっちも頑張れ。テイオー4番手なんだ、2番手なんじゃないのか、あそこにいるやつか。え全然圧倒じゃん、じゃあ圧勝じゃん、圧勝じゃんマックイーン、すげえ。絶対は僕だ、笑い。第4コーナーから直線コースに向いてきました。今度は大優作か、大優作、メジロマックイン、メジロマックインが、メジロマックイン結構白っぽい馬だと思ってたけどそんなこともないんだな。顔がちょっと白いぐらい、グレーっぽい馬なんだね。先頭はメジロマックイン、メジロマックイン、外からは名勝ビトリア、名勝ビトリア、打ち食い下がる。現役最ラストランで勝つってクソかっこよくない？先頭はメジロマックイン、メジロマックイン、堂々とゴール。いや強。メジロマックイン、秋の初戦を見事に勝ちました。すご。富士ゼロックスは富士フィルムビジネスイノベーションに社名が変わりました。出た。ライス。ミホノブルボンの三冠、マックイーンの天皇賞春三連覇、二つの偉業を阻止し、この馬の時代到来と思われたが、その後スランプに陥り、勝利から遠ざかってしまう。5歳児には骨折も判明し、引退も危ぶまれたが、現役を続行し、6歳の天皇賞春にて2年ぶりの勝利をつかみ復活を果たし、へぇやっぱここで、プレッシャーに負けたのかな、やっぱ分かるのかな、動物もそういうプレッシャー的なのって。ブルボンの三冠を阻んだ菊花賞、マックイーンの三連覇を阻止した93年、スランプから復活を果たした95年、判明ってすぐ分かるものではないのかね。グラールストーン、この辺りは固まってくる山人ミラクル、さあ最後の第4コーナーついてく、ついてく、直線コースに入りますが、さあ先頭は競泳ボーガンか、ミホノブルボン立ちました。ミホノブルボンが先頭、この時はもうみんなミホノブルボン勝つと思ってたんだろうな。戦力勝のうちの2つがタイトル阻止はアンチ増えそう、ね、勝った後の客のテンションは分かるんじゃね。ミホノブルボンわずかに先頭か、外からライス車は内からマチカネタンホイザ、内からマチカネタンホイザ、いやマチカネタンホイザもいんの、ブルボン行け、えいえいムン、えしかも超強いじゃん、やばこりゃ。ミホノブルボンかね、シャオ、えもうメジロマックイン真っ白になってない、マックインめっちゃ真っ白になってる、実況も残念そうねえ。あパーマもいいんだ、パーマ結構すごい馬なんだな、こうやって見ると。え3200逃げってすごくない、パーマ。キングスリンガーくらいのかっこいい称号をもらっていいでしょ。えパーマすごくない、3200逃げなんだ、スタミナお化けじゃん。長距離得意なんだな、シャワー、ライスシャワー。ライスシャワーは別に真っ黒な馬ってわけでもないんだな。ま、アニメのイメージで真っ黒。うわ、危ない、外側の15番のやつ、えぐかったな。ステージチャンプ。やったーなんかいない、熱狂的なライスシャワーファンいない、やったーめちゃめちゃ熱狂的な、いたよな今な。ライスシャワーのデジタルだろ、めちゃめちゃ熱狂的、面白え。
めちゃめちゃ面白いじゃん。この時ライスシャワーのストーリーで会えなったのか。なるほどね。2度目の甘かすギリギリやったんや。ね、めっちゃギリギリだったね今ね。超ギリギリだったじゃん。面白い。馬競馬面白い。もう一回ヒゲ脱毛の広告見に行こうぜ。やだ。イライラするから。あいつら本当に人をバカにしてる。起承転結を、起承転結をバカにしてるから嫌だ。こっちとらね、どんだけ頑張って起承転結を考えてると思ってるんですか。漫画家として。でどうする明日。誰にかける。西のフラワーも見て。ああ、それな。えらいね、ちゃんと俺が忘れてることを覚えてたね。そういうの大体スルーするんだけど、ちゃんといいタイミングで貼ってくれたね。タイトルホルダー、名前いいよね、タイトルホルダーね。92年、あ、ダイタクエリオスもいるんだ。1番人気ダイタクエリオス、2番人気西のフラワー。へえ、同じ時期にいたんだ。どれがどれ。川口の漫画は4コマ目にダジャレ持ってくるだけじゃねえか。怒り受けたまま起こし転結ぐらいになったり。起承起承起承起転結。爆心王もいる。爆心もいいんだ。どれがどれだ。画質が悪くて分かんねえな。ダイタクエリオスは真ん中、ダイタクエリオスはちょうど真ん中、その後ろにスプライトパッサーという体勢であります。逃げじゃないんだ、ダイタクエリオスも。に入っていって桜爆心王が先手を取っている。桜爆心王が先頭、そしてトモエリージェント現在2番手。ダイタクエリオスは中段よりやや後ろといった構えです。さあ早くも迎える第4コーナーは早っ。第4コーナー桜爆心王が先頭に立った。爆心王先頭、勇気トップランも並んでいる。内を通って山人ゼファー、内を通って山人ゼファー、最後の直線を迎えた。山人ゼファーが先頭に立った。山人ゼファーがここで先頭に立った。山人ゼファーが先頭だ。山人ゼファーが先頭だ。そして2番手からナジシノワールか。ナジシノワール2番手、桜爆心王3番手、外を通りまして西野フラワー。はすごい。西野フラワーも一気に、やば、もう完全にカメラマン油断してたじゃん今。山人ゼファーか西野フラワーか。本当にすご。へえ。だってディープインパクト見る。とりあえず有馬記念、いや今年の有馬記念楽しみてえな。ディープインパクト、これが最後のレース。スイープ投手ってこの間いなかった。違うか、名前聞いたことあんな。馬娘にいる。画質量、画質いいね、めっちゃね。スイープ投手って聞いたことあんな。いるか、だからか。めっちゃ暴れてないスイープ投手、大丈夫。はい、かなり嫌がってますね。かなり嫌がってる。バリバリいるっけ。うわ、魔女っ子のやつ。あ、魔女っ子の子か。めっちゃ荒ぶってるよ。ほら、なんかなんだっけ、エロいリボン、なんだっけ、ほらいるじゃん、なんか最近アニメでさ、エロいリボン、おっぱいの下にリボンやってるやつみたいなのつけられてる。スイープ投手かわいそう。めっちゃ蹴ってる。ヘスティア、ヘスティア、例の紐。めっちゃ怒ってんじゃん。言うほど最近か。最近じゃないっけ。あれ上乗ってる人も怖いよね。でもこんな暴れてたら馬が。めっちゃおっさんたちが頑張って押し込んでる。嫌だよな、そんなんな。ジャジャウマヨの、ちょうどテレビでもディープインパクト出てるわ。本当に嫌だよね、そんな押されたら知らないおっさんたちにね。バックして近づけてるんですけども、どうしてもこう波足になってますよね。やっぱりリズムが一回、やっぱ動物だからね、こういうこともあるよな。もう完全にゲートの方向きたくないっていう感じの。嫌だよね、かわいそうだわ。ごまかしごまかして。どうやって入んのそれ。あ、もうあっちに顔向けたくないんだ。頑張って頑張って。おじさん多いな。同じ格好したおじさんがいっぱいいる。尻尾かわいそうだよ、そんな引っ張ったら。あ、微動だにしなくなってるね。
ディープインパクトの動画じゃねえのか。スイープ投手がゲートに入るまでの動画が半分ぐらいあるぞ、これ。かわいそう。ねえ、かわいそう。スイープ、ディープインパクトの動画なのに、スイープ投手がゲートに入るまでの動画で半分ぐらい。この細井さん、娘声優だよ。あ、そうみたいだよね。だからちゃんとした本当の実況、解説の人なんだね。頑張れ、スイープ投手。入るだけで湧くんだ、そんなに。こかってしまっているかもしれません。あ、まだ他の子たちは入ってなかったんだ。その天狗の娘はすんなりゲートに入ってくれるからいいよな。でもなんか入りたくないみたいな演出もなかったっけ、アニメかなんかで。ディープインパクトってそんな強いの？ドリームパスポート。名前クソかっこよくない？夢へのチケットだよ。いや、かっこいいな、なんかディープインパクト。惜しいよな、なんか凛としてる歩き方も。思い出補正でしょ。大したコティーナよ。本当に？スイープ登場、ほらもうやる気ないもん全然。大丈夫？ディープインパクトってどういう作戦なの？先行？差し？差しぐらいの位置にいるな。後方3番手。うわ、めっちゃ人いっぱいいんじゃん。キモ。なんかでもこういうの今絶対見れない景色って考えるとなんか悲しいよな、はい、人が詰まっているところってやっぱ盛り上がってるかなって楽しいもんな。早くこういう景色が見られるようになってほしい。いや、日曜でしょ。めっちゃ後ろだね、後方だ。え、超逃げてんじゃん、だってこいつ。先頭逃げています。アドマイアメイン柴田義富、やはり半端な逃げではない。ご覧のようにすごいよ、だってこれでしょ。ディープやばくない？1000馬身ぐらい離れてるよ。ツインターボールやん。そして14番当選者の方がここにいます。さらには東証ナイト、インコースにドリームパスポート、その後ろ北の言うコスモバルク、そして13番のウィンジェネラレと続いています。さらにはアドマイヤ富士、そしてターボス賞の動画も見たいな。ディープインパクト、滝豊の折り合いはどうだ。非常に気持ちよく走ってるように。ツインターボもめちゃめちゃはちゃめちゃらしい今日ね。でもすごい人気のある馬だったらしいよ、ツインターボって。いまだに語り継がれるほどに。スイープ投手どこ？スイープ投手一番後ろの方じゃない？やっぱもう今日調子悪かったんだよ、かわいそうに。あ、でもこれスイープ投手じゃない？この辺りいるの、これ多分スイープ投手だね。来た、ディープインパクト。え、早っ、かっこよ。ディープが今翼を広げたってかっこよすぎるでしょ。やばかっけえ、強っ。こんなんクソ強じゃん、ディープ。ウィニングライブ、この差しは見てて気持ちいいなね。ケツめっちゃ食い込んでない、竹豊が。強し、ディープインパクト強しっていう芸人いそうだよね。いや、ディープコールが。まあ有馬は多分かけるというよりは本当にお祭りなんだろうな。オグリキャップ以来だって。へえ、だってさ、竹豊若いね今の見たら。
面白い。じゃあ明日誰にかけようかな。明日誰にかけようかな。星ついてるからこいつかな。ビクティファルス。ビクティファルスかな。やっぱり。ヒゲ剃り。俺そんなヒゲにそんな困ってないんだけど、なんでこんなにいつもヒゲの広告出てくるの。そんなヒゲに困ってないよ。そんなヒゲが濃いこと俺困ってないよ。すごいヒゲ、俺がヒゲ気にしてるみたいじゃん。そんな何度も出されたら。アイドルマスターシャイニーカラーズプロデューサー。いや面白かった。全然データ集まって、あら千雪、千雪俺と誕生日近いね。おめでとう。でんでれんでんでれでん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 、ちゆきちゆきちゆ。結局誰にかけるんだよ。天下ひなな。うん、誰にかけようかな。天下と最新のスナイパーライフル作、かわいい。あれかわいいよね、めっちゃね。激おもロード来てくれ、激おもろーど聞いてくれ。本当に SSR 出ない。あ、3と2個出た。いいね。本当に SSR 出ないな。にしても。無料10連で。ムカつくほど出ないんだけど。ちゆきお誕生日おめでとう。はい。お祝いしよう。毎初期切りこ出たわ。いいな。ありがとうございます。ずっと大切にしますね。本当に嬉しい。宝物。あら、また増えちゃった。もうお返しできるように頑張りますね。この間俺誕生日だったけどね。あー落ちた。それじゃプロデューサーはひななに。ちゆき癒やしいな、可愛いな。ひななはね、本当にちゆきクソ可愛いわ。やめてほしい。かあ。なんか今日ツイッターぶっ壊れてない？ずっと、うん。ツイッターずっとぶっ壊れてない？みんなツイッター見た？今日ずっとぶっ壊れてたんだけど。ツイッター。大規模障害起きてる。あ、そうなんだ。なんか夜ぶっ壊れてた。ね。ログイン常に求められる。なんかぶっ壊れてたよね。ぶっ壊れてる。ずっとぶっ壊れてるよね。なんかしら。あ、みんな地域の絵あげてる。かわいい。みんな地域の絵あげてる。かわいい。パソコン版だけらしいわ。パソコン版だけなんだ。パソコンでツイッターやってるやつなんかこの世にいんの？そんなバカ。パソコンでツイッターやってるやつとか本当に。よしきんやって。この世の終わり、見事やったよ俺。昨日、ん？昨日だったっけ？一昨日だったかに。やったよ。見事めっちゃ可愛かった。今時パソコンでウェブ版でツイッターやってるやつおりゅう？わらわら。まあ、俺もそうなんだけど。見事はめっちゃ良かった。見事はマジで良かった。うわ、ウィークリーやんないと。あぶねえ、気づいてよかった。プロデューサーはヨシキンとニチカどっちが好き？いや、ミコトかな。いや、ニチカは別に可愛いけど、なんかニチカはかわいそう、すっごく。あれ、やめて。あ、ごめんなさい。かわいそうはかわいい。なんか日華は脚本の脚本に作曲家のよ。シキンとヨシキンどっちが好き？何、ヨシキンなんて人がいいの作曲家に。なんか脚本に
踊らされてる。日華は日華本来の良さが出てない。完全に脚本にパッパパーン。今やってる曲それだわら。やめてやめて、すいません。日華は完全に脚本に踊らされてる。ルカちゃんはなんかそういうキャラなんすよ。日華って意味ありそう。テンション紫で草。なんかそのルカがそんなに出しゃばんなくてよかった。すいません。日華ねえや、みことの俺込みでもっとルカ出しゃばるかと思ったけど、一瞬しか出てなくて、昔ちょっとあったんですよぐらいの感じだったからよかった。見た時のアーカイブ上げて。上がるわ。この後はレッスンだから。それが良かった。この後本当こうやってね、ミコトがいいだけあって、日華がかわいそう、マジで。次回も頑張って。いや、わかんない。日華がそれだけその、まあ、言い方が 悪くなっちゃうけど、魅力がない。ルカの話はシーズンのイベコミュに持ち越しやるな。魅力がない子になっちゃうのかなっていう扱いとしては、その普通にプロデューサーが接せないぐらいに、そのあくまでモブっぽい。このモブっぽさは多分今後払拭していくっていうのが今後の日華のストーリーなんだろうけど、ちょっとね、なんか やんないよ。ちょっとだ、ウィングってでもさ、全員に共通してあるもんだからさ、それであのストーリーやんのはなんか、あれこそなんか別のコミュとかでやってほしいなっていう気はした。地下は原石なんじゃなくてただの石ころだったんやぞ。まあそうなんだろうな、そういうことが言いたいんだろうけど、にしてもちょっと扱いがかわいそうだなっていう。ウィングコミュでやることじゃないかなって俺は思っちゃった。なんか PSSR とかあったらまだわかるけど、まあ BSSR では違うのかなっていう感覚。日華かわいそうだな。まあかわいそうに作られてるのかもしんないけど。はい、行ってくるね。行ってらっしゃい。そういう風に見えるように作ってんのかもしんないけどな。ほんと他のアイドルに比べて扱いが雑すぎる。なんか俺プロデューサーが許せねえんだよな。ピーカットボーダーはビキンより日華の方が少し高いよ。まあ日華のが先出てたからじゃない。なんかプロデューサーが許せねえんだよな、あれの日華コミュのなんか、なんでって、なんでそうなのって言いたくなる。ちゃんと今までの他のアイドルだったらもっと伝えてたじゃん。だから他のアイドルは可能性があるぞっていう原石だったから、こう日華に、あの他のアイドルに対しては、いやお前は頑張ればできるよみたいなこと言ってたけど、日華にはそれが感じられなかったってこと。だったらマジでさ、その日華をさ、その日華がアイドルにしてくださいって言った時に断っておくべきだったと思うんだよね。可能性を見出したからプロデューサーが、じゃあいいよ翼風呂に入りなって言ったくせに、入って練習してる日華見て、なんだかくすんでいるなみたいな、あの態度が気に食わない俺プロデューサーの。何なのあいつ、自分で入れたくせに日華を。縁故採用で断りづらいし、半ば脅迫だったじゃん。まあまあ半ば脅迫だったけど、それじゃプロデュース、半ば脅迫だったけど、才能がないってのとは違う意味っぽかったな。あ、本当に？そういう意味じゃなかった。なんかあくまでだから真似をしているっていうのがずっと
見えてたのかな、プロデューサーからしたら。日花はいや、ナグモなんとかちゃんの、真似をしてるってなんかずっと見えてたのかな、プロデューサーからしたら。よーし、努力の方向性が間違ってるってことじゃないなのかな。なんかでもそのナミちゃんの最後になんでこの子をプロデュースしようと思ったのかって部分を、イカ略、最後になんでこの子をプロデュースしようかと思った部分をぼかしながら感じさせてたけど、難しいな。もう一回見直した方がいいかな、にちかちゃん。はーい、いちかはひなな、高校1年生。もう一回にちかちゃんをちゃんと。にちかは輝ける才能はあるが、自分自身ではなく役も追ったるだ。いか役追ってるだけってデバフがかかって、そのせいで本人がくすんでしまってるっていう。なるほどね。あーなるほど、それでプロデューサーから見たらなんかフィルターがかってんなみたいな、なんかフィルターがかってるなっていうのを感じて撮ったってことかな、そのプロデューサーは。あくまでそういうことですかね。難しいな、にちかちゃん。ちょっとまあ今後に期待だな、今後に。今後って言っても今後共和国のことじゃないからね。シャニマスのこの後の展開を今後共和国に期待してもね、多分期待するあの見返りはないと思うから。そうなんだけど、ひななのピーカップ3000人ボーダー再開。え、ひなな、みんなそんな好きじゃないのかな。俺すげえひなな可愛いと思うんだけど、なんでだろう、ひななすげえ可愛いのに。なんか全体的に可愛くない、ひなな。そのでっかい中で、ね、ひななのね、私は好きだよ、ノクチルの中だと一番推し。ひななの肩幅とか好き。ひななね、単純な走りやすさもあるんじゃないの。あー、それはあるかもね。ひななでっかいんだよ、なんかね。電撃のインタビューのデータでは普通に人気あったぞ。あ、本当に。まあプロデューサーズカップを走る人がいないってだけなのかな。まあプロデューサーズカップイコール人気じゃないからな、あくまで。ひなのなんかあのガタイの良さというかいいよね。でかいのはマイナスポイントじゃないんだ。うん、俺ね、ひななみたいな子は好きかな。まあ、身長が高いけど、でもなんかそれもそれで肩幅も好き。そう、あ、なんかね、広いんで肩幅が、ひなな。それがいい。なんかわかんないけどね、それがすごいね、人間的魅力を感じる。あ、なんか本能かもしれないな。強い子供を産んでくれそうっていう。朝日、冬子、ドール、窓かあたりが4強という分かりやすさ。本能なのかもしれない。男の生き物としての本能、強い子孫を産んでくれるんじゃないか、がたいがいいことで。そういうところをくすぐる。 P カップボーダーは担当 P の経済力と余暇を示してるくらいの感覚。イカ略、本能をくすぐる女、ひなな。その可能性はある。ルルルル、キラリも好きにならないとおかしいんだよ。キラリはみんなが大好きなんだよ。だから朝日圧倒的に走りやすいからな。あ、そうなんだ。朝日、冬子、トールマド、トールマドカがすごいな。新参者のくせにめちゃめちゃ人気あるもんな。めっちゃ魅力的だからな。てかノクチルが本当に魅力的だからな。まあでもノクチルのそのなんていうの、それぞれの個性もっと、マドカは強い、まああるけど、それぞれの個性もなんかあくまでまだわかんない、俺がちゃんとコミ見てるだけかな。あくまでノクチルってみんなマドカに、マノちゃんもそこに並んでるくらいボーダー月光。え、そうなんだ。マドカについていってるアイドル感は否めない気がするんだけど、それは俺が知らないだけ、俺がちゃんとコミュ見てないだけ。通るな。あ、通る通る、そう通る。いまだにその考えは変わってない。
まのちゃんはこないだの限定が強い影響あると思う。こないだ限定強いんだ。感謝祭見ろ。あ、そっか、感謝祭見てないわまだ。そのあたりで変わってくんのか。え、なんでこれ死ぬの、意味わからん。そこで何か俺の知らないノクチュルが見えるってことかい。さては、マドカってイング戦後で結構違うんだよな。へえこれでアニメ作ってほしい。ミリシャの動画も頑張ってる。何ミリシャの動画って。てかミリシャのアニメっていつやんの。全然情報ないね。めっちゃ気合入ってたなミリ。何の話？ミリシャの動画って。アドバンスロコム。何それ、グラード読んで。アドバンスドコミ、何ミリ下にアドバンスドコミなんてものがあんの。そんなものができたのミリ下に。グラッドも読みたい。なんかノクチルも、てかグラッド俺まだ一人もやってない。ノクチル一人もやってない伝説が起きてるからな。あ、ノクチルのやつか。グラッド一人もやってないから俺。残念ながら。グラッドやりたい。ただやり方が分かんなくて、俺おじさんだから新しい機能が対応できてない。なんか今までさ、プロデューサーかん、あ、違う、なんだっけ、感謝祭とさ、グラッドって追加されてきて、追加されてきたけど、今年はないのかな、そういうのは。おじさんを言い訳にするな。全然対応できない。今年はそういうのないのかな、新、シナリオ。俺だって、プロデューサー。ツアーで発表やろうな。あー、それありそう。そっか、ツアーがあんのか。俺プロデューサー感謝祭すら多分アルストしかやってない。あ、やった、あれ2倍じゃんノーマル。全然出ねえな、ノーマル2倍でも。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたします。レベルキャップ解放されたってことはポーションめっちゃ必要じゃん。めんで、そのあたりもやりたいな。ダンジョン19に再実装らしい。あー、どちゃ炎上してたやつな。もうニャル消せばよくない、全員にジュエル渡して。ニャル分のジュエル渡して、ニャル、もう一回やる気起きないだろ。ニャル消せばよくない、もうニャルが全ての元凶じゃん。だってだって今後も同じようなこと絶対起きるでしょ、ニャルがいる限り。ニャル分のジュエル配ったら再現が潰れる。全ユーザーに90連分のチケットを渡した右下も潰れてないから大丈夫でしょ。ニャル復刻もしちゃったしな、この間な。なんならニャル補填は返金しないと、もう無理。育成に必要な、返金してもらおっか。じゃあお金欲しいし。俺ニャル天井したよね確かね。おい9万よこせや。9万、報酬がもらえますよ。あーペリ入ったやんか。再ゲームズ俺に9万よこせ。ニャル天井したから。ニャル天井じゃねえか、あれ。ニャルを天井する前に引けて、確か290連ぐらいで引いて、確定の方で出して、天井はネネクだから。あ、そっか。
でも正直にあるでめちゃくちゃダメージ出すの楽しいって思い始め、楽しいよね、それは楽しいよやっぱり。特定の失敗も楽しいしな、ドゥアーっていう失敗したグニャーっていうのも楽しいし、なんだかんだニャルは楽しいよ。ただそれとこれとは別、ゲームが壊されちゃってるから。でもまあ本当になんかオープンベータテストみたいなやればいいのにな。1か8個か、オープンベータテストやればいいのに。ニャルでそのニャル持ってないから本格的なの組めないせいで別にどうでもいい。マジか、ニャル持ってない人間いたんだこの世に、かわいそうに。ニャルはもう特別枠で使えるクエスト絞ったらいいんじゃね。っていうかなんなら無意味持ってないからな。無意味持ってないんだ、珍しいな。まあたださ、そのこのゲームの良くないとことしてさ、例えばじゃあ無意味持ってません、じゃあ無意味引きました、フェスで無意味引きましたってなっても、その無意味を専用マックスにするまでにすげえ金というか瀕死とか必要だから大変なんだよな、このゲームって。それが恐ろしく大変。来い。盆栽だからな。プよりなくてめちゃめちゃ困ってるのに無意味だともっとやばそう。プよりもかなり困りそうだね。でも。あんた今日誕生日だよね。え、違うよ。さっきチエルに聞いた。そうだ。気まず。うずきにしろよ。これあげるわ。実際やばい。あまりにやばすぎて代用にクリア機能使わざるを得ない。気まず。こんな俺のためにケーキ作ってきてまでくれてんのにさ、誕生日間違えてんだけど。気まず。あ、そこシマムにしたらシマム祝ってくれんのかな、お誕生日。ここの文言今週にしろよ。めちゃめちゃ気まずいんだけど、どうしよう。何も言えねえ俺。いや違うんだけどとも黙ってるのが正解やぞ。言えない。でも俺が今黙ってたら来年も間違えてさ、ボイス1週間続くからな。来年も間違えて今日誕生日だと思いそうじゃない、どうする。気まずいよ。来年も間違えてさ、この4月18日を誕生日だと思っちゃう可能性があんだよ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いろんなことでお世話になったので、そのお礼も兼ねたプレゼントね。何くれんの。どうぞ受け取ってください。嬉しい。可愛いな、シマム。これ久しぶりに見たらやっぱプリコネの絵可愛いな。めっちゃ可愛いな、このシマム。すげえわ。デレステで祝われろ。デレステでも祝ってもらったよ。デレステでは何もくれないのに。遅い。だけまだ。もし14日に祝われたらおしまいよ。気まずいよな。でもシマムはお誕生日おめでとうございましたけど、クロエは今日って言ってたからね。クロエは日時指定までしてたから、めちゃめちゃ気まずいよ。何も言わないようにしとこう。はあ。疲れた。ツイッターも壊れてるからさ、あんまツイッター見れねえな。やっと治ったかな。治ったっぽい。そういや、ハッシーはシマムの誕生日なんて言ってたの。まだ誕生日じゃない、24日だもん誕生日。シマム。あ、シマムの絵描こっか。フェス単発引け。シマムーの絵描こうか。そしたらもう今のうちから描いとくか。お誕生日シマムーお誕生日ミリジョ。もう違う、俺さ何がめんどくさいって。地域さんじゃないのか。地域の絵はね間に合わない。何がめんどくさいってさ、あれなんだよね。なんだっけ、そのキャプチャーするのがめんどくさいんだよね、 iPad を。
iPad じゃなきゃ俺パソコンのゲームだったらやんのに、ウマ娘みたいにデレスでもパソコンのゲームなってくんねえかな。おとといはうずきちゃんの誕生日でした。ずっと大好きだよ。どこイカ略。パソコンのゲームなってくんねえかな。デレスとミリした、パソコンでできる方法ないの。それ iPad 使おうとするたびに言ってるよ。マジでめんどくさいんだよ iPad を接続するっていう手間が。なんかもっと机めちゃめちゃでかい机買おうかな。めちゃめちゃ広い机買って、もうなんか全部がもうこの机の上に置いとける状況にして、で iPad やるときはもうここに iPad もずっと置いといて、そこを移動しないみたいな。俺がこう椅子でグイーンって移動して、ずっとつなげとけよ。椅子でグイーンって移動して、そうだ、ずっとつなげる。そんな机狭いことないだろ。いや狭くない、広いよ。ただここに、若者は逆にパソコン、ここにその作業スペースというかこの手前、ここにいろいろあるわけ。その俺のいつもさ写真撮るときにこの何マウスパッドじゃねえ、なんだっけこれは、あれ、あのカッターマットがあるじゃん。で机の左側に液タブがあって、で右になんかペンとかニッパーとかマウスとかがあって、もうこれで机はもういっぱいいっぱいなの。完全に机は、結局サツキショーはどうすんの。いっぱいいっぱいなの。サツキショーはタイトルホルダーかな。あ、でもそれがドラザキッドみたいな名前のやつ、あいつかっこいい。ドカーンって言いながら空気を打ちそう。それでも机いっぱいいっぱいだから。単勝以外は、単勝以外はまあちょっと様子見かな。単勝以外当てるってすごくない？マジで当たる気がしないんだけど。単勝以外当たるもんなの？液タブのとこに重ねとけ。そう、液タブみたいな感じでずっと机の横に置けるんだったらいいんだけどね。なんかでキャップ棒をさ返すわけだからさ、で普段キャップ棒でさ他のゲームとかやるじゃん。今日もスイッチやったし、でキャップ棒の HDMI ケーブルをこうブクって抜いてその iPad に刺さなきゃいけないっていうのもめんどくさい、わざわざ。だからなんか iPad のなんか HDMI の分配器とか買おうかな。そのゲームをゲーム1、ゲーム2、ゲーム3みたいな感じでこう、で毎回わざわざさゲームごとに HDMI ケーブルを抜き差してさ、抜き差ししてやってるから、それもめんどくさいんだよね地味に。今日超久しぶりにスイッチあったわ。面白かった、あれなんだっけ、桃鉄。でもね、全然桃鉄やれる人がいなくて、ずっと言い方やってたけど、すげえ面白かったよ。みんなも桃鉄やろうぜ、今さら。イカに対して辛辣すぎて笑う。結構ね、俺今日のなんか久しぶりに今日の配信面白かったなって思ったわ。なんか自分でやってて、なんか今日の配信面白かったから見て、みんな多分3時間ぐらいあるけど、久しぶりになんかね、わかんない、ソシャゲじゃないゲームをやったのが久しぶりだったからか、あんなに CPU に蹂躙されるとは思わなかった。久しぶりにソシャゲ以外をちゃんとやったからかわかんないけど、すげえ今日楽しかったわ。ゲーム配信今日いい配信できたなって思った。見て、もっと前もって言ってくれれば参加できた。ごめんな、今度だからまたやるわ。今度またやるからその時よろしくね。すげえ面白かったからまたやりたいな。ちまちまこの3年爆弾のやつとか、ああいうのをもっとやれ。3年、いや結構なんかその面白いイベントが多かったんだよな。もう二度とやらないなこれは。面白いイベントが多くてさ、あの3年っていうルール、すごいあのテンポ良くていいなと思って。爆弾押し付け合いがくっそ笑ったねえ。3年っていうルールがめっちゃ良くて、その3年、あのね3年なんかやっぱ桃鉄って結構だれるイメージがあったから、あの3年ルールはすごい面白い、テンポ良くて1時間半ぐらいでできて楽しかったから
みんなもやろうな今度。川口だけ長く寝てたの笑なんかそう結構ね面白いイベント多かったよな。結構面白いイベント多くて楽しかった。あ、皆さん夜更かしの歌今読めますよ。桃鉄やるなら99年以外ねえだろ。夜更かしの歌読んでください皆さん、ぜひ。今読める時間なんでちゃんと読んでよ。夜更かしの歌無料公開中だよ。俺今日ずっとカイジ読んでたけど、さっきなんかカイジで面白いセリフあったんだけどな、なんだったっけな、覚えてねえわ。7巻買ったから川口配信終わったら読む。ああ同時読書やれ。まだ読んでないの逆に。なんでさ俺買った漫画をさそのまま放置できる考えにならないわ。買ったらまず読むでしょ。俺の配信とかどうでもいいから、人の配信とかまず最初に読むでしょ。じゃあ俺配信やめるわ、7巻読んでほしいから。君に一人だけのために配信やめるわ今から早く7巻読んでほしい。で7巻の話をしたい俺は、本当に。夜更かしの歌の7巻の話をしたい。夜更かしの歌は夜見てこそだろ。そういうこと？普通やめるな。いや夜更かしの歌ほんと読んでほしいの俺。みんなに、みんなで夜更かしの歌の話しよう。ほんとにもう今がチャンスだから、お願い、お願いだから読んで。皆さん他にみんなに怒られるからやめて。夜更かしの歌を本当に読んでほしいんです僕は。皆さんに、今ここに俺の配信を見ている人たち、興味ない人類、興味なくてもいいんです。見て読んでいただければそれだけでいい。興味なんか、興味があろうがなかろうが関係ない。見てくれと俺は言いたい、伝えたい君たちに。それぐらいいいもんなんだよ夜更かしの歌は。本当に読んでくれ、心の底から夜更かしの歌を読んでほしいんです。僕は面白いんです。夜更かしの歌何が面白いかとは言えません。そもそも漫画自体あんま読まない。漫画チャンスじゃん。じゃあ今夜更かしの歌で漫画を読むチャンスじゃん。無料で読めるんだから、こんな時間夜更かししてる君たちにこそ読んでほしい。同じく漫画ほとんど読まない。読まなくても関係ない。デレミリやってくれって言っても時間ないからな。いかやく、え、でもでもそれでもなお俺は言うよ、それでもなお読んでほしい。漫画読まないんだったらこれを機に読んではみませんか、ぜひ。時間がないのも仕方ない。じゃあ読み直そう今。何十年ぶりにと読む漫画として。夜更かしの歌いかがですか。漫画読む時間ないわ。漫画読む時間がない。俺の配信を見なければ作れるじゃないか。今すぐに見てくれ頼む。俺はみんなで夜更かしの歌の話がしたいんだ。それがいい漫画。じゃあ白明とみこちも読んでくれ。白明とみこちも読むから今すぐ読んでくれ頼む。白明とみこちがなんだかわかんねえけど読むから。本当に面白いんだ。わかんないけどそれどれぐらい面白いかわかんないけど俺は本当に好きな漫画ここ最近で。琴山さんありがとうございます。興奮しすぎて疲れた。たとえ川口が放送しなかったとしても他のことやるから。漫画読むとき、くぅアニメ化したら見るわ。アニメ化したら見る。あらすじを手短に紹介しよう。あらすじ、主人公、主人公って誰なんだ。なずなちゃんかこうくんか、どっちかわかんないけど、まあ、男の子が夜更かしをしていた時に、まあ、吸血鬼に会ってしまうんですよね。それでその二人がナズナはヒロインどうなっていくか、そんな全然悔しい俺に説明する能力がなさすぎて全然面白そうに説明できない、悔しい全然説明できない、どうしよう。さてはこいつ読んでないな。なんだろうな、まあ、その出会うわけですよ、人間と吸血、人間の男の子と吸血鬼の女の子が。そこでですね、その読んでなかったら見ねえわそれ。
吸血鬼と男の子の関係、いやちょっと待って、あらすじ、公式のあらすじ見るわ。夜更かしの歌あらすじ、ちょっと待って、俺全然説明できない。カンニングするな。不登校の中学2年生八神甲が主人公。眠れない日々が続く甲はある夜こっそりと一人で外出し、吸血鬼の美少女である七草なずなと出会う。甲は吸血鬼になりたいと頼むが、それには吸血鬼に恋をする必要があった。恋を知らない不眠症の少年と、自由奔放だが純情な一面を持つ吸血鬼の姿を描いたラブストーリー。ラブストーリーなの？あ、そこまで言っちゃっていいんだ。いや、なんか俺言っちゃいけないのかなって。そんな言っちゃいけないのかなって思ってたわ。だからちょっと、ふわふわしてたけど。あ、そこまで言っていいんだったの？おぉ、いいじゃん。ねえ。吸血鬼に恋をするとかいう、くんだり言っていいんだ。じゃあいいじゃんね。もう。1話の内容も伏せたら誰も興味持たんわ。女子が苦手な中学2年生の八神甲はただ今なんとなく不登校中。さらには夜に眠れない日々が続いている。そんなある日、甲は初めて夜に、そこ言わんとどんな話かわからん、誰にも言わずに外に出た。夜風が気持ちよく、どこまでも自由で、昼間と違う世界。甲は夜に居場所を見つける。そこに突如謎の美少女七草なずなが現れる。彼女は夜の住人吸血鬼。甲に夜の楽しさを教えてくれるナズナ。今日に満足できるまで夜更かししてみろよ、少年。夜に そしてナズナに魅了されていく甲は彼女に頼み込む。僕を吸血鬼にしてください。ナズナは吸血鬼になる条件を教える。照れながら。それは人が吸血鬼に恋をすること。果たして恋を知らない甲はナズナと恋をして晴れて吸血鬼になれるのか。二人ぼっちの特別な夜更かしが始まる。面白いね。もうあらすじが面白いじゃん。早く読んで、みんな今すぐに。ああ、もう一回見たか、読もう。もう始めて。吸血鬼の名前全員言える。ナズナちゃん、みどりちゃん、セリちゃん、七草の、春の七草の名前なんだ。小箱部緑、セリナズナ、セリナズナしか覚えてない。やばい。春の七草、セリナズナしか覚えてない。何？平田ニコちゃん、本田カブラちゃん、鈴代ハツカちゃん。どう？覚えてたでしょ？ちゃんと。ちゃんと覚えてました。が、何か。別に、見てないわけじゃないですよ。見たわけじゃないですよ。マジで夜更かしの歌見てほしい。ここで言えないと面白いの説得力が。キャラの名前とね、覚えるてることと、その漫画が面白いこと逆だから、関係ない。逆ではねえけど。俺の好きなキャラ覚えてたんだけどね。関ちゃん、関ちゃんじゃねえ、セリちゃんとか、みどりちゃんとか。そんなに、好きじゃないことはないけど。見てほしいな。今見れんだよ、だって夜更かしの歌漫画。悔しい、俺がどんだけみんなにこの説明聞いてもあんま関心は感買ったからアペクスするわ。いやー、見て、1話見りゃいいじゃん。もうそんなの1話見れば食い込まれるから。ハツカも覚えろ。食い込まれるじゃん、吸い込まれるから。食い込んでいいのはあれだけだな、あのハイレグだけだな。違う、ほんと1話だけ見てくれ。そしたらもう吸い込まれた。俺は1話を読んで吸い込まれた。ほんとに全巻買った。1話読んで良すぎて、1話の雰囲気が。
1話の雰囲気が好きすぎても全巻買ったからお願い。無料で全6巻まで読めんだよ。7巻中6巻まで読めんだよ無料で。そんなことありますか。いやないね。読んでほしい、全人類に、全人類に読んでほしい。頼む、お願いだよ。みんなに読んでほしいから俺は今こうやって頑張ってるんだ。1話なら作者が公開してるから音読してもいいだろ。そういうこと。でもいつ公開なくすかもしんない、なくすかわかんないからさ、本当に読んでほしい。頼む、マジで読んでください、お願いします。あ、俺もう読みたくなった。もう一回1話から配信やめるわ。もう一回1話から読みたくなったから配信やめてもいいですか皆さん。本当に面白いよ。みんなに本当に見てほしい。ダメ。本当に見てほしいんだ俺は。頼む。みんなが見てくれないと俺は。安心して未来に帰れないんだ。みんなが俺を、夜更かしの歌を見てくれないと安心して俺が未来に帰れないんだよ。頼むよ。じゃあ馬娘の飲酒ガチャでもするか。とりあえずあんまり夜更かししたくないんだよな。夜更かしの歌好きだけど。読んだら本当に未来に帰るんだな。帰るよ。ウォー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 、やっとみんな会えたね。あれの動画ってどこで見れんの。時間までお疲れ、仕事終わったらパッと飲む。両つべおごるよ、ジュースだけど。仕事姉ちゃん、ちょっと待って、お前何の話をしてるんだ。まさかトレーナーが仕事してないわけ。ちょっと待ってね。アンに仕事しろって言われてんぞ。よし。はあ、じゃあ俺がこんだけもうみんなにプレゼンしたわけだから、みんな今見てくれてると信じて、1話を読んでくれていると信じつつ、俺は馬娘やるわ。飲酒ガシャ一回も出ないけど飲酒。なんかキングヘイローさ、昨日やろうと思って、今日のさ昼やろうと思ってさ、やったらなんか普通にあの逃げかと思ってたから、俺あのスピード特化でやってたら、なんかクソ、なんかなんだっけ、ダービーだったかな、なんか普通にクソ長いとこ出されてスタミナ全然足りなくて圧敗したわ。圧敗おっぱいって感じ、残念ながら。ですんで短距離の子をなんか育成したいな。ヘイロむずい。ヘイロむずいんだ。距離適正で短距離の子って、あー全然いないじゃんヘイロ。でもヘイロ短距離以外もやらされるんだけど、普通に目標は見よう。ヘイロ短距離以外も普通にやらされるんだけど、むずくない、めっちゃ。じゃあ短距離馬全然いないじゃん。ガシャ回すか。カレンちゃんは根性で乗り切れ。
カレンちゃん短距離じゃん欲しい。カレンちゃん。ギロギロジャインレジちゃん。ウォー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 ウルンルンルルンルルンルルンタイン出ろよ一発でカレンちゃん。ズーズーキロキロうんやっにじろにじろタイン。カキタラちゃん、カレンちゃん欲しい。ブカブカ電力走って全然くれないじゃんジュエル。ケチ。かわいい。ありがとう。俺を産んでくれたからね。短距離いないのやだな。爆信用が出た時にどうやって対応しよう。でもだったらどっかの子短距離、短距離 B ぐらいの子いないの？無理やり短距離にするみたいなないの？できないね、誰も。ヘイローで頑張れ。ヘイローで頑張るか。ヘイローの適性をな。ヘイローしかも相性あんま良くないんだよな、全員。なんか知らんけど。ゴーボーインストンフェイ髪を夢中にさせるよめっちゃめっちゃんはじめステンバンダリー軽症でスタミナ持った方がいいらしい。エアグルーブイン次第で短距離できるけどタコ嫌いだからな。へえ。あでも長距離 A、 えこれすごい全部 A だ。全距離適性を手に入れたぞ。さっきの動画の時にスプリント向けは少ないってのも娘に反映され、ああそういうことか。短距離の馬がまず少ないんだな。えスタミナあれでやった方がいいのじゃ。駆け出したらきっと始まるスチャンビレンスベスティンゲルベラケレンスンベンジャルパラピロンチャンベイもっとペペペペン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 ペペ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 おらへんな。スタスピスピ、あースタスピスピありだな。だ差しだけになっちゃうのか走りが。ってことは差し用のパーティーで行くしかないと。差しって俺こんなパーティーでしたっけ。でパワー欲しいな。ウォッカかな。ウォッカ。ウォッカ。これでいいかな。あでもそしたら賢さがいねえな。どうしようかな。スピ3は多いか。別にいなくていいでしょ。いらないかな。じゃあこれでやってみよう。チョミーン。結構だからスピードだけじゃなくてスタミナも必要だからスピスタスピスうわスピスタパワーを重点的にいかないと困っちゃうんだよね。
ただ俺はもうすでに眠いという恐ろしい現状が今。舌は軽傷だけで補うらしいぞ。無理じゃない？軽傷だけで補う。それはだからもうスター3とかのやつだけでしょ。見てなさい。スター9か。スター9とかで、ね、の人だけでしょそれ。持ってる人いねえんじゃ。残念ながら。あれ俺スタミナ引き継がなかったっけ。ついてないのか。ドゥ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 。かわいいなキングヘイロスターが必要だな。目標外で参戦、短距離に出ないと URA が中距離になるから注意。3000短距離って何？どういうこと？あ、パワートレメニューやればよかったな。参戦。あ、参戦か。あ、そういうのあるんだ。で、爆心的な育成方法じゃダメっていうことが結構きついよね。スピードだけ特化っていうわけにはいかないんだ。短距離が中距離メインでもあるっていうのが結構憎たらしいというか。 G1 の短距離ってあんのかな。かわいい声優さん誰？いや釣り目がいいね。釣り目が、釣り目好きだから俺。目標見とかないとな、ちゃんと。サツキ賞が2000中距離。高松の宮記念とスプリンターズです。あ、ダービーで負けたのかな。2400キッか、あ、キッカかな。3000、え、キッカあんのきつくない？キッカあんのめっちゃきつくない？キッカあんのめっちゃきついな。お着いないとかそのレベルじゃないっけ。え、そうなの。勝たなくていいぞ。俺なんだっけな、ダービーで負けたのかな。なんか11着とかあった気がするんだよね、確かね。それがなんか3回ぐらい連続で続いて敗北した気がする。4B 的な育成になっちゃうな。でも 4B いけないんじゃないかな、この感じだと。で、サシだから結構パワーも必要だと思うし、なかなかむずそう。スタミンも必要で、もスピードも必要。短距離として、短距離場として作るんだったらスピードも必要だし。でも短距離のサシって何？そんなんあるん？なんかでも根性で1203つとか出してる人いたよ。まあ多分超因子も強いし、凸もめっちゃ進んでるんだろうけど。そういう人見たわ、ツイッターで。根性1回で全部50ずつぐらい上がるみたいな。さとちゃんのサポートカード、パワーばっか上がっちゃうな。パワーそんな上げなくていいんだよな実際。
スピードが課題。うわーこれスピード、まあスタミナだな先に。スピードはなんパワーでなんとかなるから。んで取るべきあるかな、ないなないな、取るべきアイテム。ここはまあ直線回復低下で取る、ここはなしで行ってもらうしかないな。 G1 でもいけるでしょ、なしで頼む。よーしナイス、ここはそれをしてもらうしかなかった、ありがとう。ここの強化で超えたのでかいな。サツキ、サツキはね明日だからね。チョンチョンチョンぬふふふ、いつも根性にめっちゃいるな。これ根性いってもいいかな、根性いこっか。あいらねえ、それやんなくてよかった、ミスった。根性の追加演習はする意味がマジでないのに。みんな結構散らけてんな、行く場所が。てけてててんてん、いや行きてえけど37はさすがにやばい。なんか手遅れ、タレ馬回避か。ポジションセンスとか欲しかったな。なんで誰もいないの、行きたいところに。怒るよ。チーム競技が散ると妨害必須で、その対策に根性が有効らしい。キタちゃんがなんか能力くれそうだから行くか。根性長距離コーナー丸ありだな。うわやる気ダウン。ちょっとパワーが高すぎる。デバフネイチャが人気、デバフネイチャやる気上がれ、継承でやる気も上がれ。ついでにルル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 、いいね全体的に。何プランチャなんたらドール、最終直線で余力を持って前にいるとちょっと優位を保ちやすくなる。へえそんなんあるんだ。回復取ろっかな、長距離コーナー丸これ取ろうか。ならんちゃはいいや。実力で何とかしてくれ、あとはスピード系はないけど。一番人気だからいける、よーし、えらいヘイロー。無敗の三冠馬娘になれるんじゃない。あ短距離出ろって言ってたな、あるかな。中距離中距離、あ短距離ある、これ出るか。なんで全部20丸だったのに、もう騙された。なんでやる気下がんの、最悪。2段階以上の方がいいよ。あ本当に、やばい調子が悪い。いいのねえな。ダービー
あれスペちゃんがいる。いや2番人気らしく2位。くそー悔しい。お疲れ様。あ泣いてる。泣かないでチュ、泣かないでくれや。あほんと菊花賞出走だった。俺たちが前回ここで負けたな。お、なんかめっちゃ絶好調になった。いいね。ピッて休んで合宿と。いいね。かしこって、あバグった。これどうにかなんねえかな。あいけた。いけるときといけないときは分からん。菊花賞勝つべ。もうワンチャン全然勝てるっしょ菊花。スタミン行くでしょ、キッカ勝つために。いいね、バッチリはでかい。ここでキッカ出れるよ。俺キッカで勝たせるからね。3000とて関係ないから。全然勝ってもらうから。長距離的ってあるよね、多分ついてるよね、なんか奇跡的に。やべ短距離出てない。これで長距離コーナー20丸。深呼吸ギリ取れないか。いや長距離コーナーよりこれありだな。回復、いやでも長距離用の回復のためだけにこんなスキルポイント使うかって言われたら怪しいな。いや行くべ。俺はこうと勝たせるからね。勝てる勝てる、全然勝てる。爆心王対策に作ってるんじゃないの。そういえばそうだった。普通に勝ってほしくなってしまった。いやー惜しい。悔しい。勝ってほしかった。頑張れ。だって勝てないんだったら今取ったのが無駄になっちゃうな。頑張った。頑張ったね。勝てないんだとちょっと無駄になっちゃうな今のな。かわいい衣装。衣装めっちゃかわいいな。いいな。それ着れないんですよ僕、持ってないから。長距離がおすすめに出てきてる。短距離芝、短距離 OP G3。 あこれ出ようぜ。あ G3 微妙だっけ。 G2 以上が言ってたよな。あんのかな G2 以上の。芝短距離、芝中、ダート中、 OP、 OP ばっかだな。 G2、 あーこれか。阪神カップは、阪神カップがあった。え有馬出たいな。でもそんなんだったら じゃあもうスタミーはいいか。あとはもうスピちゃん特化で、あとスピ連打でいいな。何より。もうだいたいスタミナ系のやつは超えたでしょ。おう
いやポイントな。アリマ出て。行くわよ。いいねこのイベント前に。お出たことない。マルゼンスキー何？車の免許持ってんの？ JK の制服着て？そんなことある？出遅れてる。やばい。大丈夫？まあ差しか。ルールとしては、ルールというか。こっから坂なんだ。来た。カルミキング。爆心音強。ちょっと待って、普通に爆心音強いんですけど。ああ全然全然じゃん。スキルが少ない。まあ回復、長距離回復のスキルとか取っちゃったからな。私服かわいい。上着を貸す。上着を貸すがそれか。た温泉。うわー、やめるんじゃなかったのか。温泉だ。ぶっ飛ばしたのに温泉だ。配信やめませんね、なかなか。芝短距離ないかな。いやぶっ飛ばしちゃってんのにもったいないな。負けるわけにはいかない。芝短距離 G3 以上全然なくない。芝短距離マジで飛ばすなボケ。飛ばしちゃった。次の陣短距離は5月。5月か。超飛ばしちゃってるよ。よし、あとこれじゃ次勝てないよ。マジで？次何？高松宮記念。短距離じゃん。勝てないの短距離。いやー、やばい、勝てないなんて。焦らせるか。うわー、焦らせるから俺のことを。焦らせなければこんなことにならず済んだのに。むずいな、キングヘロぐちゃぐちゃだな。いや全然勝てない。なんで9位。全然勝てないじゃんマジで。ああ勝った。やばいって、やばいって。それはなんで勝てないんだ。差しがやっぱり弱いのかな。短距離の差しが弱いのかな。やっぱり差せないもんね。キングヘイロー勝った時の首食いってするの好き。キングヘイローのコミ見たいな。なんかすげえ可愛いっぽい。可愛いっぽそう。ぽいぽい。パワーがクソ強くなっちゃった。うわ来た。どうしたんだ。可愛いぬいぐるみたちはキングの方を称えるように見ているわ。自分のことキングって言うんだ。女の子なのにね。クイーンヘイローじゃないんだ。まあ元は馬オスだろうしな。取りづら全員。あでもキングヘイローいるな。自分のこと名前で呼ぶの可愛い。キングヘイロー取りに行くか。はい、パカプチ取れる。それ、お頑張れ。
やっぱ変な形してるやつ取りづらいな。変な形してるやつしかないんだけど、ずるくない？じゃあ、テイを取るか。はい。うわぁ！やった！めっちゃ取れた。なんか気持ちいいね。キングエール取ってあげたいな。はい。これ取れんじゃない？ヘイロー。うわーすごい！テイオウとウォッカついてきた。うわ、なんで、おかしいじゃんそれは。ね、このゲーム絶対おかしいよね。このゲーム絶対おかしい。ちゃんと取れてんだもんだって。かわいい。ちゃんと取れてんだけどな、本当は。いや、芋づるで取れたり時点でおかしいよ。まあね、これか。あー、なんかズル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 、なんか角栓抜くみたいな、なんだ角栓だっけ、溜まった海を抜くみたいな感じで気持ちいいよね。ズル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 。頑張れ。いいね、いいね、ヘイロナイス。かわいい。え、かわいいな、多分。やばい、キングヘイロ多分かわいいな、これ。さすが一流。この感じ多分かわいいぞ、キングヘイロ。あんま分からん。めちゃくちゃかわいいぞ。いや、絶対かわいいよね、これね。絶対好きだ、俺。誰が相手だろうと感じ。絶対好き。お嬢様キャラ好きだっけ。好き、めっちゃ好き。お嬢様キャラは高飛車な感じ好き。でも高飛車な子がくじけてちょっとなんか悲しい顔するのとかめっちゃ好きだよ。絶対あるじゃんそれ。絶対それあるじゃん、ヘイロー。高飛車な女の子が2着。うん、で、なんか最終的にやっぱり高飛車っての好きなんだよね、俺。根性で頑張りましょう。あ、そっか、忘れてた。やべえ、もったいないことした。おほほ、キングに。いいね。うわ、生きてー。 29% いけるっしょ。ナイス。ここの 29% でかい。賢さですら50、失敗率 100% なんてあるんだ、初めて見た。失敗率 100% ってえぐいな。そんなことあんだな。パワーちゃん、いや、ここもう一発休んでもいいな。あ、でもスプリンターズステークスか。次パワーちゃん行くか。で、一着か。でも一着はきついな。短距離に合わないな、育成方法が。あ、ナイス。爆笑に勝ってるね。もっとスピード上げたいな。目標外何回出たっけ。あれ、やべえな。そういえばそうだ、3回出てなくない。やばい、どうにかして短距離出ないと。
ないの？ある、出てくるわ無理やり。最初に OP 入れてたからそれ含めると言ってそう。本当に出とくわ、とりあえず念のため出とくわ。さすが一流。いやスタミナ全然ない、スタミナじゃない、体力。別に中距離 URA でもよくね。まあいいんだけど。直線加速、短距離用の能力全然持ってないな。短距離用の能力がなさすぎるな。まあこれ取っとくか。直線加速。コンディションはパーフェクト。え、レースばかりしていたら今度は自分の使って。3週連続らしい。油断した。ナイスー。3週連続出ると何が起きるんだっけ。強いヘイロー、いいよ。この後がダメなんだっけ、3週連続で出ると。死ぬ死ぬ、肌が荒れる、肌が荒れる。あれ俺なんか3週連続でも3週目が目標レースなら問題ない。あ、そうなんだ。あれ俺なんかどうでもいいけど、いつ保健室行くの。本当だ、練習ベタついてた、全然気づかなかった、練習ベタついてること。行っとくか保健室。3週出ると疲労だったり肌荒れだったりでやる気下がる。へえ。殺気症当てられそうか。当てられないと思う。うわー、ここに来てくーここに来てはダメだ。んーブスッだねえ、ここに来てそれはダメでしょ、どう考えても。なんで夜更かし気味。温泉かかってるんだぞ。おーおーおー、頑張ってんだぞこっちは。別に強制じゃないのに。それで頑張ってやってんのこっちは。配信者精神にやらない。こっちは頑張ってやってんのよ。なんでこっちの気持ちも分かってくれないの。あ、カラオケいいね。ここでのカラオケはでかい。ここでのカラオケはめっちゃでかい。短距離だ、冠婚距離。頼む温泉。まあ、言うて温泉。え、普通に負けてんですけど。なんで、あぶね、やべ、もうできない。あれがもう目覚まし時計ないぞ。やばい、さっきのあれでやっぱりさっきのあれが響いてる。夜更かし気味って何？寝不足で体力が落ちる。別に寝不足だ。誰が相手だろうと関係ない。や、冠婚じゃない、しかも距離が8番人気。あはダメだった、みんな俺ヘイローむずい。何がダメなの俺のヘイロー育成の。普通にクソむずいじゃん。温泉があれ失敗したことが俺の悪さ。やっぱり中距離なら勝てた。短距離 URA、 短距離にしたこと。短距離の体力じゃなかったの。体力ってかあれじゃなかったのか、育成方法じゃなかったのか。でもむずいよな、短距離っぽい育成方法でいくとさ、スタミナとか足りなくなるから。わかんない。かけてゆくよ、こんなレース。育成方針短距離 URA は厳しい。せめてマイルじゃないと。序盤は目標を乗り切ればいいぐらいの気持ちで。なるほどね。勝つことを目標にしないってことか。かー。
難しい超えて難か D じゃん。そんなん。確認を忘れずにな。ガチャ回させてくれ。ねっちん、うーん。カレンちゃん、うーん。黄色、キラ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 。おめでとうございます。あー、ディジロ、ダーン。ミッションクリアしろよ。全然クリアできる気がしない。寝よっか。眠いし。私もキングヘイローよ。眠いし寝よっか。スタミナが強い子。スタースタースターの人いないの？スター Q の人いない？誰か。スタースピースター。うん。スター Q の人いないな。スタースタースター。ああ、まあスター5。公式のリプランで探せ。三角か。まあ相性のこと考えないでいいか。ある？フォロワーからノリをフォローしろ。フォロワーからノリ？ノリスタ Q めっちゃ強くない？ノリほんとだ。フォロー数が上限に。誰消せばいいの？じゃあ俺は、いや買うか、フォロワー。フォロワーどこで買えんだっけ？フレンド交換ポイントだっけ？これだ。フォロー数まだ14かよ。わら。これでノリをフォローすると。買えるだけ買っとけ。嘘、そういうもんなの？まあそういうのはいいのか。それで出る強い因子のあれが出るわけだもんな。ノリノリノリ、どれ？ノリはさっきまでいなかったスター。あ、ライスシャワーだ絶対。いや強え。ナイスノリ。ノリって本物ノリ？偽物ノリ？それがもうわかんねえんだよな。本物のノリなのか偽物のノリなのかが。パワー本物だよ。え、本物のノリ？え、プリコネのクランに申請してきたのはノリだっけ？あの、え、だとしたら俺本当に無視してたってこと？プリコネのクランに、ま、え、プリコネのクランに申請したのノリじゃなかったっけ？申請してきたの。よくもクラン入れてくれなかったなって言ってたよ。あ、本当に本当のノリ？ひどすぎて草。あーあの放置してたノリか。え、あの放置してたノリって本当のノリだったの？だって俺配信で聞いたよね。ノリは本物ですか？ノリいますか？ずっとだってログインしなかったしノリ。え、あ、本当のノリあれ。本当のノリ。わかんねえわ。先行でもいけるようになった。じゃあ今日は借りて寝よう。もう眠いわ俺。2時半だしな。あのノリなの？本当にあのノリなの？怪しいな。じゃあとりあえず寝るわ。明日の皐月賞のために早寝して、アップしておきます。それでは本日は以上。また明日お会いしましょう。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。また会いましょう。明日は億万長者か。明日億万長者です。おつ。ぜひ、皆さんも明日一緒に億万長者になりましょう。それでは。さよなら。